今日は爆死してしまった日本の映画65選の総集編だぜ。最初の映画、北京原人って聞いたことあるわ。1997年の作品なの？そうだぜ。佐藤純也さんの超大作で、20億もの予算がかかったんだ。20億も？すごく気合が入ってると思ったわ。だが、この映画が大こけした原因には納得するはずだ。どうして失敗しちゃったのかしら？物語は、2001年の日本から始まって、北京原人を復元させるんだ。復元された北京原人が、どうなったの？なんと、競技大会に出るんだぜ。そりゃもうとんでもない展開だ。ありえない展開ね。そして北京原人はどうなるの？中国が所有権を主張して、連れ去られちゃうんだ。あらすじだけ聞いても、面白いかどうかわからないわね。SF ファンタジーで、北京原人と現代人の友情を書いてるんだ。それは一見の価値があるかもしれないわね。なあ霊夢、この映画コメディみたいになっちゃったんだぜ。シュールな感じだったのね。でもなぜ大こけしたのかしら？最初は50万年の資格っていう真面目なミステリーをベースにしてたんだ。シリアスな予定がどうして変わっちゃったの？岡田さんがね、北京原人が生きてたら面白いとばっさり変えちゃったんだからな。ストーリー変えられたら迷走するわよね。結局名作になったって？そう、ツッコミどころ満載でな。でも CG は良かったんだよ。ストーリーがめちゃくちゃだったんでしょ？ああ、ストーリーは破綻してて、早々に上映打ち切り。収益は4億5000万だったからな。20億もかけてこれじゃ大赤字だわ。今はどうなの？大こけの迷走映画として伝説になってるぜ。散々な言われようだけど、記憶に残るってのはマシなのかもね。次に紹介するのはキャッツアイだぜ。北条司の漫画が原作で、アニメも大ヒットしたんだ。美人三姉妹が活躍する作品よね。アニメの主題歌も有名だったわよね。そう、アニメ化されたのは1983年で、主題歌はアンリさんが歌ってヒットしたんだ。カフェを営む表の顔とは裏腹に、怪盗集団だったのよね。内海敏夫刑事は追い詰めるけど、毎回予告通りに美術品を盗む美しい三姉妹の活躍が見どころだよな。ラジオドラマやテレビドラマに映画化もされたんだわね。映画はどんなキャスティング？映画は1997年に出たんだ。藤原紀香さん、稲森泉さん、内田有紀さんが三姉妹を演じて、注目されたぜ。豪華キャストで美人三姉妹ってぴったりだわ。この三人の魅力だけで映画化しちゃうわよね。この作品がこけちゃった原因は、制作側の改変改悪が大きいんだぜ。改悪にあったのかしら？原作の雰囲気を壊すなんて、ファンは怒るわよね。そうなんだぜ。最悪の改変は、キャッツアイの象徴的なレオタードをボンテージ風に変えちゃったことだ。え、なんでそんな変更を？まるで黒光りするゴキブリみたいじゃないの。バットマンのキャットウーマンを意識したんじゃないかって言われてるな。外国映画を真似しちゃうなんて、オリジナリティがなくなるわよね。それに脚本でも改変があってね。瞳じゃなくて愛が主役になってるし、交友団の陰謀っていうオリジナル展開になっているんだ。映画ならではの大胆な改変ね。でも、映像やテンポ、アクションシーンはどうだったの？画面が暗くてテンポも悪いんだ。アクションシーンにもキレがなくて、稽古杉さんの才能が活かせなかったんだよな。一人だけ本格派を連れてきても、映画全体が行くなければ意味がないわね。テレビのスペシャルドラマならいいけど、映画としてはレベルが低いって評判だからな。興行収入のデータはないの？赤字だったりして。そうだね、古い映画だから正確な数字はないけど、赤字で終わった可能性は高いぜ。いいキャストを揃えても、制作側の失敗で全てが台無しになるなんて、残念すぎるわ。次に紹介するのは鋼の錬金術師だぜ。2017年12月に第1作目、2022年に第23作目が公開されたんだ。鋼の錬金術師は実写映画版のあれよね。どんな内容なの？荒川博さんが書いた超人気漫画で、2001年から2010年まで月刊少年ガンガンで連載されてたんだ。世界で8000万部も売れてるぜ。8000万部ってすごいわね。どんな話なのかしら？主人公はエドワードとアルフォンスの兄弟だ。人体錬成という禁忌に挑むが失敗して、兄の腕と足、弟の体を失っちゃうんだ。それを取り戻すための冒険が始まるんだよな。重たい話みたいだけど、どうしてそんなに人気があるのかしら？シリアスなストーリーながら、テンポのいいギャグや温かいシーンがあって、アクションもかっこいいんだ。キャラクターもみんな魅力的だからな。物語もきっちりしてるみたいだし、結末も満足だったんでしょ？でも、映画版はどうして評判悪いのかしら？実写版はね、原作の魅力を活かしきれなかったっていう噂があるんだよな。大こけ映画って言われてる理由をこれから解説するぜ。実写版鋼の錬金術師が受けた酷評はひどいものだったんだ。原作の魅力を全く活かせなかったってことでね。そもそも舞台を海外にして、ロケはイタリアだったのね。でもキャストはどうして全部日本人なの？そうなんだぜ。
主役には山田洋介さん、ヒロインには本田翼さんと、豪華なキャスティングだったんだけど、キャラに合わない演技が目立ってたんだよな。見た目だけじゃダメなんだわね。キャラクターのイメージが大事ってことかしら？そうだね。敵役の松雪泰子さんや内山信二さんの演技は評価されてたんだけど、髪型や髪色が原作と違うキャラが多くて、ファンの反応は良くなかったんだ。映画のストーリーって原作からかけ離れてたの？第一作目は特にね。ストーリーがほとんどオリジナルで、原作のコミカルさやアクションのかっこよさもなくなってしまってたんだ。もったいないわね。せめてストーリーくらいは原作に忠実にしてほしかったわ。第一作の実写版鋼の錬金術師はな、興行収入は10億円を超えたけど、雑誌映画芸術では2017年の日本映画ワーストに選ばれちまったんだ。それで続編があったんでしょ？どうだったの？2022年には完結編が出たんだが、それも興行収入は伸び悩んだぜ。不評だったのに続編を作るなんて、変わってるわね。続編はもともとイタリアで撮る予定だったんだけど、パンデミックで無理になって、結局千葉でセット作って撮影したんだ。コロナのせいで、イタリアから千葉に変わるなんて、スケールダウンもいいところね。でも、本当にコロナだけが理由なのかしら？それがどうかはわからないぜ。ただ、3作全部で見ると興行収入が黒字だったかどうかは怪しいんだよな。原作ファンとしては悲しい結果だわ。ファンタジー漫画を実写化するのって、そもそも難しいのよね。次に紹介するのはブリーチだぜ。これも大人気漫画の実写映画なんだ。ああ、そういえば2018年7月20日に公開されたわね。原作ってどんなの？原作は久保太斗さんが書いたバトル漫画で、2001年から2016年まで週刊少年ジャンプで連載されてたんだ。全世界で1億3000万部以上発行されている、めっちゃ人気の作品なんだぜ。ジャンプの黄金期を支えた作品の一つなんだね。主人公の話は？主人公は幽霊が見える高校生、黒崎いちごだ。彼が死神である朽木ルキアと出会って、死神代行としていろんな敵と戦っていくんだ。特に前半のストーリーは映画にしやすいと思うぜ。実写映画化のニュースは、ネットでも話題になってたわよね。キャストはどうだったの？福士蒼汰さん、杉咲花さん、吉沢亮さんなど、人気と実力を兼ね備えたキャストで、期待できるはずだったんだ。でも、ビジュアル公開された時、なんだか不穏な気配があったって聞いたわよ。その通りだぜ。不評の大きな原因はヒロイン、ルキア役の杉咲花さんの髪型が原作と全然違ってたことなんだ。原作ファンはかなり怒ったぜ。超人気キャラなのにビジュアルを寄せる努力すらしてないなんて、がっかりだわ。それに、武器も安っぽかったな。特にイチゴの武器である大きな刀がペラペラで、文化祭レベルだって言われちゃったぜ。大事な部分よね。もっとお金とこだわりをかけて欲しかったわ。そうだよな。でもね、こんな惨状になったのには悲しい理由があるんだ。もともとハリウッドで制作予定だったって知ってるか？そうなの？でも計画が頓挫して日本映画として再スタートしたのよね。ちょっとかわいそうだわ。制作側はるろうに剣心みたいにシリーズ化を目指して、それなりの予算をかけてたんだ。だが、興行収入は5億円程度でとどまったんだ。それじゃシリーズ化は難しいわよね。制作費を考えたら、赤字で終わった可能性が高いわね。おそらくそうだろうな。この映画は原作で人気のあるソウルソサイエティ編にさえ差し掛かってないところで終わってしまうんだ。続編でやるつもりだったろうけど、それも幻に終わりそうだぜ。やっぱり、バトルものの漫画の実写化は鬼門なのね。次に紹介するのはザトウイチザラストだぜ。ザトウイチって、ビートたけしさん主演の名作映画よね。でもなんか雰囲気が違う気がするわ。そちらは2003年に制作された北野たけし監督バージョンの方だな。たけしさん自身が主演も務めて、国内で200万人を動員した北野映画最大のヒット作だ。でも、今回紹介するのは2010年5月29日に公開された作品だよね。主演は香取慎吾さんなの？そうなんだぜ。ザトウイチはもともと1962年に勝新太郎さん主演で映画化されて、26作品もの映画と4作のテレビドラマシリーズが作られた超人気作品だ。たけしさんバージョンは、その勝新太郎さんバージョンを題材にしてはいるが、リブート作品なんだ。北野監督の方はタップダンスシーンがあったり、すごく仕上がりが良かったわよね。香取さんバージョンはどうなの？香取さんバージョンは、正当な後継作品という位置づけで、シリーズの最終作と正式に認定されているんだぜ。超人気シリーズの最終作だなんて、話題性はバッチリね。ああ、それに主演の香取さん以外にも、石原さとみさんや反町隆史さんなど、豪華なキャスティングで注目されていたからな。香取さん演じる主人公のはじめは盲目だけど、剣の達人なんだ。
愛する女性を妻に迎え、平和に暮らすことを決意したんだがね。でも、新しい生活を始めたら、その村が悪党たちに支配されていて、村人たちを助けるために再び立ち上がるんだよね。そうだぜ。めちゃくちゃ面白そうなストーリーだろう。座頭市は歴史あるシリーズで、この映画はその最後を飾る作品だから、ラストにはかなりの気合が入ってるんだ。香取さん、撮影が始まる何ヶ月も前から剣の練習を始めたって聞いたわよ。バラエティ番組にもいっぱい出て宣伝してたわね。話題性もバッチリだったし、宣伝もたくさんしていたから、初日からたくさんのお客さんが入ったはずだよな。それで、公開初日に日間の興行収入はどうだったの？実は、たったの8512万だったんだぜ。最終的な興行収入は27億円、制作費は5億円程度だったそうだ。だから赤字で終わった可能性が大きいんじゃないか。なんでそんなことになっちゃったの？座頭市といえば勝新太郎さんのイメージが強いんだぜ。キャスティングに不満があったのはなんでなの？香取さんが合わないと不満を持つファンが多かったからな。北野さんのような斬新さがないってこと？そうなんだぜ、斬新さが欠けて受け入れられなかったんだ。名優や名監督と比べるのは辛いわよね。映画を見た人からも演技や演出に批判的な意見があったんだ。これが座頭市の最後になるのかしら？そういう絶望の声すらあったぜ。今の若い役者じゃ不満もあるのかしら？昔の世代はそう感じるだろうな。制作側の狙いが初めからずれてたのかもね。大俳優を使ってもアピールは難しいだろうな。リメイク作品の難しさってやつね。まさに、この大映画がそれを体現してるかもしれないぜ。次は映画映像部には手を出すなの話だぜ。最近の映画っぽいけど、知らない作品かな？うん、聞いたことないわ。何の映画なの？大原さんの漫画が原作で、ドラマも映画化されたんだ。乃木坂46のメンバーも出てるぜ。ああ、斉藤飛鳥さんや山下美月さんね。聞いたことあるわ。そうそう、女子高生がアニメ作りに挑む話だ。けど、映画はうまくいかなかったんだよな。どうして？興行収入はどうだったの？空席が目立って、興行収入は2億にも届かなかったんだ。そんなに？原因は何だったのかしら？いろいろあるけど、原作の実写化には無理があったんだ。人気メンバーを起用してもダメだったぜ。実写に向かない漫画ってどんなの？難しいテーマの漫画だったり、ファンのイメージと違うかもしれないんだぜ。テレビドラマは6話で放送されて悪くなかったんだが、映画にすると疑問を感じる人も多かったんだよな。へえ、どうして映画は迷うのかしら？映画の冒頭がドラマの総集編みたいで、すでにドラマを見た人には物足りなかったらしいぜ。それはがっかりだわね。他にも問題があったの？主役の3人はビジュアルは良かったけど、演技力不足を指摘されてたんだ。アイドルだから難しい面もあるぜ。アイドルも大変ね。公開時期の不運もあったの？コロナの影響で公開延期になり、外出自体が避けられる時期に公開されちゃったんだ。不運だったな。それじゃあファンでも不安だったんじゃない？原作ファンや乃木坂ファン以外に見る人が増えるかって、初めから疑問視されてたんだよな。大ヒットするのは難しい映画だったのね。映画を無理に作る必要もなかったかもしれないぜ。不思議なもんだな。次に紹介するのはヤッターマンね。昔のアニメが元になっている実写映画なんだわ。そうだぜ。タツノコプロの原作で、77年から79年に放送されてたアニメタイムボカンシリーズヤッターマンがベースなんだ。あら、それで、アニメのリメイクはいつされたの？2008年に第2作目としてリメイクされて、その次の年の2009年には実写化されたんだよな。実写化は初めてだったのね。どんなストーリーなの？ああ、ドクロストーンっていう4つ集めると願いが叶う宝石をめぐって、ヤッターマンたちとドロンジョが率いるドロンボー一味が戦うんだ。アニメの魅力は何だったのかしら？アニメは独特のギャグや掛け合いで人気があって、そのテンポや世界観が受けていたんだからな。熱烈なコアファンがいるイメージよね、このヤッターマン。だな。実写版の主役、ヤッターマン1号には嵐の桜井翔が、ヤッターマン2号には福田咲さんが、敵のドロンジョには深田恭子さんが選ばれて、当時結構話題になったんだ。深田恭子さんのドロンジョ役、似合ってたわよね。でもこの映画、大コケだったんでしょ？これが微妙なんだよな。興行的には成功してて、制作費20億に対して興行収入 31.4 億って言われてる。でも、古参ファンの間では大コケって評判だ。興行面では成功してるみたいだけど、大コケって言われる理由は何なのかしら？実はね、この作品、監督の三鷹さんが原作に忠実な作り方をしたんだ。でも、ギャグが下品すぎて受けが悪かったみたいだぜ。原作のセリフや仕草をそのまま使ったのが裏目に出たんだ。原作に忠実だったのに、どうして受けなかったのかしら？原作当時のギャグが、今の時代に合わない下ネタだらけで下品だったんだ。
子供も見る映画だし、もっと幅広い層が楽しめるように改編すべきだったって意見が多かったんだよな。原作に忠実なのも問題があるのね。そうなんだぜ。ギャグが目立ってヒーローものとしてはアクションシーンがパッとしなかったり、やったアメカの活躍も少なかったっていうのが不満点だったんだ。アクションやメカの活躍が少ないと、やっぱり物足りないわよね。それに、同じ時期に桜井翔くん主演の映画もあって、福田さんはそっちに比重を置いてしまって、ヤッターマンの撮影に全力を出せなかったらしいぜ。だから作品の完成度に影響が出たとか。福田さんにとってはマイナス評価の作品になっちゃったのね。だけどな、深田恭子さんのドロンジョ役は逆に好評だったんだ。セクシーで原作の雰囲気に合っていて、評価が高かったんだぜ。ドロンジョにスポットが当たってたわね。レビューではドロンボ一味の再現度が高いって評価されてたわ。そうなんだ。興行的には成功しているのに、原作ファンからの評価が低くて大こけって認識されちゃったんだ。見る角度によって評価が変わるもんなんだぜ。評価がこんなにも分かれるなんて複雑ね。実際に見た人の感想も聞きたいわ。次に紹介するのは、2004年のデビルマンだ。あの映画、漫画が原作だったわよね。そうだぜ。ただ、この映画は歴代の映画の中でも評価が低くて、内容的にも経済的にも大失敗だったって言われているんだ。え、なんでそんなに酷評されているの？まず、この映画は原作の漫画を完全に実写化するっていう目標で作られたんだぜ。約10億円もの制作費をかけて、当時の最先端の CG 技術をたっぷり使って作られたんだ。もともと5月に上映予定だったけど、10月まで延期してクオリティを上げようとしてたんだよな。それなら、絶対ヒットしそうだわ。そう思うだろ？だけど、実際は制作費の10億円に対して興行収入は約 5.2 億円だったんだぜ。文字通りの大爆死だった。約5億円のマイナスって、逆にすごいわね。どうしてそうなっちゃったのかしら？まず、批評はかなり厳しいものだったぜ。原作を無理に短時間に収めたことで、話が整合性を欠いていたんだ。原作ファンからしたら悲しいでしょうね。それだけじゃないぜ。主演の伊崎兄弟や他のキャストの演技が今一つだったこと、迫力のない CG、そして有名人が過度に出演していたことなど、散々な言われようだったんだよな。それは大変ね。でも、主演の伊崎兄弟って知らないわ。当時、伊崎久人さんと伊崎雄介さん、双子のイケメン俳優としてデビルマンとサタンの役に選ばれたんだ。でも、二人はまだ無名で演技も今一つだったから、それが批判される大きな要因になったぜ。演技力って、映像作品には基本的なことよね。そうなんだぜ。さらに、原作のストーリーを短くするために、必要な場面をたくさんカットしたりして、原作ファンはがっかりしたみたいだ。原作を忠実に再現しようとしたのに、逆効果だったってことね。さっき言ってた最先端の CG はどうだったの？その CG 技術は期待を超えられなかったぜ。さらに、話題の芸能人を配役することで、映画の緊張感がなくなったと言われているんだよな。それは良くないわね。その映画、他にはどんな問題があったのかしら？デビルマンは上映当時からかなり批判されていたんだ。今では、悪い意味で伝説の映画として名を連ねてしまっているぜ。それは大変だわ。そんなに批判されるのも少しかわいそうね。そうだな、でも酷評されるだけの理由があったんだろうな。ファンタジー要素が強い作品を実写化するのは、かなり難しいと言われているからな。さて、次に話すのは実写版のリトルマーメイドだぜ。ディズニーの映画って、何歳になっても憧れるわよね。特にプリンセスたちの美しさや物語にはね。その通りだぜ。オーロラ姫、白雪姫、ベル、ジャスミン、みんなにはそれぞれの魅力があって、本当に素敵な物語だからな。そして、2023年6月から実写版アリエルも公開されたんだよな。話題になってたわよね。ディズニーのプリンセスたちは本当に人気だわ。でも、最近の実写版には何か問題があったの？うん、今回の実写版では、ポリコレ意識が高くて、原作とキャストが違うって批判が多いんだ。アニメ版のアリエルは白人だったけど、今回は黒人女優のハリー・ベイリーさんが演じているんだぜ。そうなの？ファンの人たちの反応はどうだったの？アニメ版のアリエルは白い肌と真っ赤なロングヘアーが特徴だったんだけど、ハリー・ベイリーさんのアリエルは黒い肌と茶髪のドレッドヘアーだから、それが原作と大きく異なる外見だってことで、ネット上では色々な批判があったんだ。それは大変だわ。アリエルのイメージが大きく変わっちゃうものね。それにアニメ映画を実写化するって言ってるなら、アニメの設定に合わせた配役のリトルマーメイドを見たかったわね。アニメのアリエルが好きだから、今回の実写版はちょっとショックだわ。そうなんだぜ。マーメイドの実写 CM を見たら、海の映像はすごく綺麗だったんだよな。でも、アリエルのキャスティングに関しては、原作に近い感じの女優さんにしなかったのはなんでだろうか？それが気になるわ。
アニメのアリエルのイメージとは違いすぎる感じよね。歌唱力とか演技力の面では素晴らしい人が選ばれたのかもしれないけど、リトルマーメイドは世界的に有名な作品だから、イメージが変わるとこんなにも批判が出るんだよな。特に、ハリーさんには大変だろうね。アリエルってそれだけファンが多いってことよね。うん、アリエルはプリンセスの中でも特にファンが多いキャラクターだからな。特に SNS にはノットマイアリエルなんてタグまで生まれていたし、ハリーさん本人への直接的な批判というより、アリエルのイメージを守りたいって感じるファンたちが多いんだ。海外での人気はどうなの？海外では、興行収入が思ったよりも良くなかったようで、損益分岐点にすら届かない可能性があるんだよな。なんとも悲しい話だぜ。ええ、それなのにどうしてそんなに低評価が出ることを知っていながら、わざわざ実写化する方向を選んだの？実は、実写化の監督を務めたロブ・マーシャルさんは、配役に関して表現の自由というスタンスを取っているんだ。で、そのハリーさんっていうのはどんな女優なの？ハリーさんは、若さや純粋さ、誠実さを持ち合わせていて、さらには素晴らしい歌声も持っているんだぜ。監督は、彼女がリトル・マーメイドの実写版アリエルを演じるのにぴったりだと考えているようだよな。そうなの？もしかすると監督は彼女にすごく気があるのかもね。そうだな。ちなみに、リトル・マーメイドの原作はデンマークのもので、デンマークには白人も黒人もたくさん住んでいるんだ。ハリーさんの才能を考えると、彼女がこの実写版に起用されたのは、納得できる理由の一つかもしれないぞ。ふむふむ、そういうことだったのね。ねえでもマリサ、さっき言ってたポリコレって何のことかしら？ああ、ポリティカルコレクトネス、通称ポリコレ。言われてもいまいちよくわからないよな。正直私もよくわかってないわ。具体的にはどういうことなの？ポリコレとは、偏見や差別のない表現が政治的に妥当だとする考えと、そのような社会を目指すことを言うんだ。最近の映画でよく言われるポリコレ映画は、様々な人々が登場する映画のことだよな。なるほど。だから、最近の映画には多様なキャラクターが出てくるわけね。そうなんだぜ。特に、今回のような映画はポリコレ映画として取り上げられることが多い。アニメで親しんだアリエルのビジュアルが変わると、多くの人が悲しんでる。それが黒人差別とかじゃなくて、ただアリエルらしい姿で見たかったって声が多いんだ。そっか。だから、こんな映画は賛否が分かれるってことね。まさにそうだぜ。そして、ポリコレ映画が上映されると、炎上するケースが近年増えてるんだよな。霊夢は実写化したピノキを見たことある？フォレストガンプ151への監督、ロバート・ゼメキスが手掛けてるって、聞いたことあるわ。ああ、そうなんだぜ。その映画の中で、トム・ハンクスがゼペット爺さんを演じてて、彼の祈りに応えて、操り人形のピノキオに命を与えた妖精ブルーフェアリーが出てくるな。あの妖精に憧れた時期が私にもあったわ。わかるぜ。でも、実写版では、ブルーフェアリーを演じるのは黒人女性のシンシア・エリボなんだ。これには SNS や予告編のコメントでも、いろんな意見が出てるよな。そんなイメージなかったわよ。そうだよな、元の1940年のアニメ映画では、ブルーフェアリーはブロンドヘアで青い目の白人女性だったんだぜ。やっぱりそうよね。大好きなキャラクターのイメージが変わると、みんな驚くわよね。まさにそうだ。多くの人が、昔のイメージと違うからとがっかりしてる。でも、新しい視点で見れば、新しい発見もあると思うんだよな。確かにそうね。でも、これ、難しい問題だわ。だけど、今回のリトルマーメイドが批判されていたのは、そのポリコレ要素だけなの？実はそれだけじゃないんだ。じゃあ一体何が良くなかったの？まず、フランダーが魚っぽすぎて、アニメのような丸っこい可愛らしさがなかったんだ。予告編で実写版のフランダーが見られるけど、完全に本物の魚みたいになってたそうだ。あらら、それはちょっと残念だわ。だからな。そして、実写版のセバスチャンは、アニメと違って、完全にカニの姿だったんだ。セバスチャンってロブスターじゃなかった？うん、見た目はだいぶ違う。でも、実はアニメでもセバスチャンはトリニダード生まれの赤カニって公式から発表されてたんだ。それは知らなかったわ。それにしても公開したばかりなのに、もういろいろな批判が出てるのね。まあな。でも、全部がダメってわけじゃないんだぜ。実は、蓋を開けてみればディズニー史上最高の実写映画と高く評価されてるんだぜ。本当に？主演のアリエル役のハリーは結局どうだったの？ハリーはすごく評価されてる。彼女の演技は太陽よりも輝いていたとまで言われてるんだ。完璧なアリエルだったらしいぜ。それはすごいわね。観客の反応はどうだったの？見た人からはハリーの歌声を絶賛する声が多いよな。特にパートオブユアワールドでは、何度も聴きたくなるくらいだったらしいぜ。そうなんだ。そしたら、映画館にその歌声を聴きに行く価値があるってことね。そうなんだぜ。ハリーのアリエルの役は違和感がなく、アースラも実写版の怖さが良かったみたいだ。ストーリーはアニメ版をベースにして、少
少し現代風にアップデートされてるらしいぞ。あら、ハリーのアリエル役については、意外と受け入れられてるのね。まあな。多くの人が彼女の歌声を素晴らしいと感じているし、字幕版が見たいって人も増えてるんだぜ。次に紹介するのは、2010年に公開された映画、スペースバトルシップヤマトだぜ。キムタクが主演した宇宙戦艦ヤマトの実写版だな。あ、聞いたことあるわ。昔からのアニメからすごく人気があったんだよね。そうなんだぜ。国民的アニメとして知られているんだ。この実写版のタイトルを英語にしたのは、海外進出を考えていたかららしいな。そうなのね。今回は初めての実写化だったの？だとしたら、前まで実写化されてなかったのはちょっと意外だわ。宇宙のバトルシーンとか、CG 技術がまだ発展してなかった時代には難しかったんだよな。なるほどね。でも、宇宙戦艦ヤマトのストーリーって具体的には？2199年の地球が舞台で、異星人による侵略で人類が滅亡の危機にあるんだ。そんな時、イスカンダルという星からのメッセージが届いて、最後の希望のヤマトが宇宙の旅に出る、というのが大まかなストーリーだぜ。面白そうな話だね。この映画は2010年12月に公開されたんだけど、構想には5年もかかったんだぜ。5年もかかったの？すごいわね。監督や主演は誰なの？監督はオールウェイズ3丁目の夕日の山崎隆さんだ。主演は原作のファンだったっていう木村拓哉さんだぜ。キムタクが出てるのは見たくなるわね。他にはどんな俳優さんが？黒木メイサさんや柳葉敏郎さんとか、かなり豪華なキャストが出演してるぜ。それだけ豪華なのね。評価はどうだったの？興行収入は悪くなかったけど、総合的にはいまいちって意見が多かったな。映画自体の評価は中の上だけど、原作ファンから見るとこれはヤマトじゃないって言われてたぜ。どうして？映画のストーリーは大きな突っ込みどころは少なかったけど、木村さんや黒木さんのキャラクターが原作とマッチしてないって感じる人が多かったようだぜ。アニメのキャラと比べると違和感があるってことね。そうなんだぜ。特に原作のファンからすると、出演者目当てで見る分にはいいけど、内容としてはちょっと物足りなかったようだな。宇宙戦艦ヤマトの人気は今もすごいんだぜ。実は、その実写映画の興行収入は40億円で、悪くなかったんだよな。40億円それはヒットしたって言える金額じゃないの？ヒット作の部類じゃないかって言われるほどの金額だ。でも映画制作や他の費用を考えると、そう単純じゃないんだぜ。他の費用って、何がかかってたの？2010年12月の公開前から、元日からすごい宣伝を始めていたんだ。なんと、元日だけで1億円の宣伝費を使っていて、2010年をヤマトイヤーにするって意気込みでやってたらしいぜ。元日だけでも1億円の宣伝費をかけるなんて、相当な宣伝にお金がかかったんだね。そうだ。映画の制作費自体は120億円だったんだけど、プロモーションにもかなりの費用をかけていたから、結局のところ、あまりも受けは出なかったんじゃないかと思われてるぜ。なるほど。でも、実写映画で原作ファンからの評価なんかも影響してるの？うん、実際、原作ファンからの評価があまり良くなかったから、それも評価を落としてる部分があるだろうな。そうなのね。原作がある映画を実写化するの、やっぱり難しいのね。次に紹介するのは音切り層だぜ。音切り層って、あのゲームのこと？ああ、音切り層はチュンソフトが1992年にスーパーファミコンで発売したサウンドノベルゲームだ。チュンソフトって言うと、かまいたちの夜や不思議のダンジョンシリーズを作っていた会社なんだわよね。今でもスパイクチュンソフトとして弾丸論破とか人気シリーズを作っているわよね。音切り層はチュンソフトブランドの初作品で、サウンドノベルゲームブームを作った作品だぜ。後のノベルゲーの発展に大きく貢献したんだ。文字とイラストで進むから、スーファミの時代でも高品質なんだぜ。スーファミ時代でも高いクオリティを出せたのはすごいわね。その通りだぜ。何年もの間、様々なゲーム機に移植されながら、名作として受け継がれているんだ。ストーリーはどんな感じなの？山奥でドライブ中の男女が事故で身動き取れなくなっちゃって、通らない道で音切り層に囲まれた洋館を見つけるんだ。まるでホラー映画みたいなクローズドサークルね。映画版は2001年に出たんだぜ。監督は下山天さんで、主演は沖縄めぐみさんが務めたんだ。でも音切り層って、特定のエンディングとかないわよね。映画はどういう内容になっているの？ゲームは選択肢で内容がガラッと変わるマルチエンディング方式を採用しているからな。この映画では、ゲームの後に出た音切り層の小説版をベースにしているんだ。話の本筋は変わらないのね。そうなんだぜ。屋敷は波が遺産で相続する設定になってたり、公平がゲームデザイナーで、作ったゲームと同じことが屋敷で起こるという改変があるんだ。なるほどね。じゃあ、話の内容が崩壊しているわけじゃないのね。問題は、この映画がデジタル撮影や加工で雰囲気を出そうとした点にあるんだ。どういうことなの？
映画はホラーミステリーなんだが、画面が暗すぎて、不気味さや恐怖を出そうとするシーンがあっても、一瞬で状況が把握できないんだ。それはかなり致命的だわ。そしてね、原作を意識したゲーム的な演出があるから、原作ゲームや小説を知らない人は、細かなシーンの意味に気づけないまま終わることが多いんだぜ。ミステリーで、それって最後の家を伏線もなく叩きつけられるような感じよね。そして何よりも酷評されてるのが、最後のオチの部分だぜ。ここだけは感想を調べていても用語の声が見つからなかったわ。どんなオチなの？動画で作品のオチまで言うのは好きじゃないから、気になる人は個人で調べてみてくれ。調べるしかないわね。ちなみに小説の方の家の評判はどうなの？小説版の評価は悪くないぜ。小説は3部作になっていて、しっかり作られたんだろうな。なるほど。じゃあ小説と映画でさらに内容の改変が行われたのね。この映画は、加工がうまくいっている部分もあるんだ。不気味な表現がしっかりと表現されていたり、メインの2人とは別でモニターしている公平の同僚2人もいる主要人物4人だけで話が進んでいることなど、評価できる点もかなりあるんだぜ。それだけに、画面が暗すぎたりオチがひどかったりっていうのが悔やまれる作品ね。次は少林少女だぜ。2008年4月に公開されたんだ。監督は踊る大捜査線の元広克行さんで、主演は着信ありから4年ぶりの主演となる柴咲コウさんだよな。脚本は実写こち亀の曽川誠司さんが担当しているんだ。え、柴咲コウさん出てるの？でもその脚本家って、ちょっと不穏な空気しかないわね。まあ実際、柴咲コウさんら俳優陣には何の問題もないぜ。この映画、中村徹さんや岡村隆史さん、江口洋介さんみたいに、知名度と実力どちらも申し分ないメンバーが集まってるんだ。そんな豪華キャストなのに、どうして大こけしちゃったのかしら？ただただ脚本も演出もつまらなかったからだぜ。単純明快だな。変わり種の理由が増えていく中で、これはわかりやすくひどい理由ね。この少林少女ってどんな話なの？中国で10年間修行を終えた桜沢鈴が日本に戻ると、実家の道場が潰れていることを知るんだ。リンダっていう彼女は、なんとか師匠を見つけ出すが、成り行きで大学のラクロス部に入ることになるぜ。ラクロス部って、どういう経緯で？リンダは体能力は抜群だけど、チームプレイが苦手で、チームメンバーとの間に溝ができちゃうんだ。そんな中で、チームの絆を深めながら、道場を潰した黒幕とも戦うってわけ。話の主題がよくわからないわ。チームの絆を深めるの？黒幕と戦うの？どっちなの？まず、なんでリンがラクロスを始めたかっていうと、師匠がラクロスのコーチになってたからだぜ。それでリンもラクロスを始めたのね。でも、それだけでラクロス部に入るの？他にも理由はあったのかしら？なんでだろうな。実はこの映画、マジで何がしたかったのかわからないところが一番の問題点だ。少林サッカーと比較してみると、少林サッカーは内容が一本筋通っていて、熱血もコメディもバランスよく散りばめられてるんだよな。少林サッカーって確かにバランスがいいわよね。少林ラクロスとどう違うの？少林ラクロスは、ラクロスと少林寺がうまくつながっていないんだ。後半になると、チームメイトたちも柴咲コウに合わせて少林寺拳法を始めるけど、内容に脈絡がないんだよ。途中に入るギャグも滑りまくってて、少林寺とラクロスの二つの軸で最後まで何に重点を置きたいのかわからないんだからな。ギャグが滑るって、そんなにひどいの？かなりだぜ。いろいろと手を出しすぎてまとまらなかったんだよ。制作者の根本的な意識とか常識の違いを感じるレベルでね。映画マニアたちからの評判はどうなの？映画マニアからも愛嬌のない、愛する部分のないダサ作とまで言われてるんだぜ。そうまで言われちゃうと本当にどうしようもないよな。愛嬌がないって、それはさすがに痛いわね。他にはどんな反応があるの？あるレビューサイトではね、この映画を3日もエンドレスで見せられたら、どんな重要機密でも漏らしてしまうと評されてる。秀逸だと思うぜ。拷問扱いね。そんなにひどいなら、見るのも避けた方がいいわね。次に紹介するのはトリガールだぜ。土屋太鳳さんが主演する映画で、中村光さんの小説が原作なんだ。中村渉さんの作品を実写化したのね。その鳥人間コンテストっていうのは桂今何キロっていうのよね。そうなんだぜ。でも今の人たちは、あの伝説の桂今何キロをほとんど知らないと思うぜ。ちなみに彼は今、パイロットとして子供もいて、シアトルでドローンの会社を起こしたり、宇宙飛行士の専攻にも挑戦している超人だ。すごいわね、何かを全力で頑張る人って。それでトリガールのあらすじはどんな感じなの？土屋太鳳さん演じる鳥山由紀奈は、大学に入って一目惚れした先輩に誘われて人力飛行サークルに入るんだ。そこでヤンキーの先輩とペアになって、衝突しながらも成長していく話だぜ。衝突しながら成長するって、どこかで見たようなパターンね。そのヤンキー先輩に、いつの間にか惹かれていくんでしょう？
そういう流れになってるからな。結局は、人との関係を通じて、主人公がどう成長するかが見どころなんだよ。それでこの映画はどうして失敗したの？この映画はね、脚本がめちゃくちゃに崩壊しているわけじゃないのに、公開初日から劇場の席は埋まらず、初週ランキングで10位にも入れなかったんだ。最初から座席が埋まってないってことは、SNS で内容のひどさが広まったからとかでもないのよね？何か他の理由があるの？一部の人の意見としては、土屋太鳳さんが世間に嫌われているから、ということがあるぜ。え、土屋太鳳さんって嫌われているの？あんなに美人なのに？確かにな、土屋太鳳さんは2005年にスーパーヒロインオーディションで審査員特別賞を取って芸能界に入った。ドラマやバラエティで活躍しているけど、同性の女性からの評判はいまいちなんだよな。そうなの？あるネットのサイトではね、鼻につく女性芸能人ランキングで3位になってたりするんだ。バラエティに出ても、トークがつまらない、パッとしない、印象に残らないとか、厳しい意見があるんだよ。まあ、バラエティで土屋太鳳さんがいたから面白かったって思ったことはあまりないわね。でもね、本業は女優さんだし、他にもあざといとか嫌だって言われることが多いみたいだぜ。トリガールのイベントでのこともあるの？そう、間宮祥太朗さんとは下の名前で呼び合うほど仲良くしてるのを見せつけて、ファンからは顰蹙を買っているんだ。綺麗な女性に嫉妬はつきものよね。私も身につまされるわ。寝言は寝てってね。そんな先入観もあるから、映画の中で先輩とぶつかり合うシーンでは怒鳴り合いがうるさいとか厳しい意見もあるんだ。なんだか一時期の剛力さんと同じように、不可抗力で嫌われていっている気がするわね。まあ、どちらもかなりゴリ押し的に売り出された感じがあるから、似ているところはあるかもしれないな。一度ついてしまったイメージはなかなか払拭できないから大変ね。次に紹介するのは漁港の肉子ちゃんだぜ。次はアニメ映画なのね。これってさんまさんが関わっていたやつよね？うん、この作品は西加奈子さんが2011年に発行した小説が原作なんだ。明石家さんまさんが制作に関わっていたから、話題になった作品だぜ。監督は誰だったの？渡辺あゆみさんが監督を務めていて、声優には大竹しのぶさん、花江夏樹さん、マツコデラックスさんなどが出演していたぜ。テレビで宣伝している時が盛り上がりのピークだったわね。でも、大こけしたのよね？大こけもそうだが、この映画はいろいろな要素が重なって、ネットがかなり地獄になっていたんだ。アニメが地獄っていうのは相当ね。一応このアニメの映像は実績のあるスタジオさんが務めていて、かなりレベルが高かったんだ。そうなの？だが、宣伝や CM からイメージするただただ温かく幸せな物語とは違って、違和感を覚えるんだよな。メインになる肉子ちゃんと娘の菊子ちゃんの設定がどういうことなの？設定が雰囲気でごまかしているが、それでも重いんだ。肉子ちゃんは、太っていて容姿にも恵まれていないけど、めげずに明るく振る舞っている。でも何度も男に騙されて、その度に引っ越しては、舞台の漁港の町にたどり着くんだぜ。いきなり子供向けとは言えない設定ね。しかも、菊子ちゃんは知り合いのキャバ嬢が捨てた子供だ。そんなところから家族の絆を深めていくんだぜ。そこまでは納得できるわね。でもね、肉子ちゃんは子供思いの肝っ玉母ちゃんみたいな雰囲気を出しているけど、子供のことを考えずに男に捨てられるたびに引っ越しているんだ。そのせいで、毒親感があって、印象がちぐはぐになるんだぜ。彼女の人生にフォーカスしてるとあまり気づかないけど、子供目線で考えるとちょっとしんどいかもね。そうなんだぜ。そして、その重い設定の中に、CM や宣伝でコミカルでハートウォーミングみたいなノリを入れてこられると、笑いも全然響かないんだ。関西的っていうのか古臭いっていうのか、完全に今の時代には滑っているわね。だよな。メインの感動シーンにも基本的にギャグを入れてくるから、何も響かないんだからな。はちゃめちゃね。他にも展開に無理があるみたいな要素が多くて、それが見ていて地獄って感じなのかもな。地獄についてはまだ全く話していないんだぜ。え？最大の地獄って何なの？最大の地獄はこの映画のキャッチフレーズであるみんな望まれて生まれてきたにゃっていう手を使ったキャンペーンだったんだ。どんなキャンペーンだったの？ Twitter でハッシュタグみんな望まれて生まれてきたにゃをつけて家族の思い出などについて投稿すると、公式サイトにツイートが流れるキャンペーンだったんだぜ。それがどうして最大の地獄なの？このみんな望まれて生まれてきたという言葉に、反出生主義者をはじめとして多くの批判が寄せられたんだ。反出生主義というのはね、これ以上人間は子供を産むべきではないという考えを持った人たちのことだぜ。それに加えてどうなったの？家族から十分な愛情を受けられなかった人たちが、目を覆いたくなるほどの投稿をしまくったんだ。ハッシュタグをつけて投稿すると、通常のツイートと同じように公式サイトのトップに流れるからな。家族からの愛情を受けることができた人たちでは、信じられないほどの内容ばかりだったぜ。しんどくなるわね。
明石家さんまさんが頑張って宣伝していたのに、内容がそこまで褒められたものではなく、Twitterのキャンペーンによって大炎上地獄になるという散々な映画だったぜ。もう今の世の中じゃ、何を言っても炎上する気がするわね。次に紹介するのは大人の事情スマホを覗いたらだぜ。これは聞いたことないだろ？この映画はどんな映画なの？この映画は2021年に監督三野道夫さん、主演東山紀之さんで公開されたコメディ映画で、原作はイタリアのコメディ映画だからリメイク作ということになるんだ。はイタリアの作品なのね。どんなストーリーなの？この作品は主人公とその親友たち、そしてその妻たちが集まった夕食会で、友情を確認するために互いのスマートフォンのメールなどを公開しようとするんだ。そこで様々な隠された大人の事情が明らかになっていくんだぜ。だんだんとみんなの秘密が明らかになっていくのね。そういうの、好きだからすごく気になるわ。実際に元になっている脚本はイタリアの作品から来ているから、脚本などに関してもオリジナルに忠実なんだよな。何も問題はない、シンプルながら普通に面白そうなコメディだから、どんな感じに転ぶんだろうって気になるだろ？確かに、コメディは予測不能で面白いわね。でも、この映画はどうだったの？蓋を開けてみれば、この映画は320の劇場で公開されながら、初登場8位という微妙な結果に終わったんだぜ。あらら、それは残念だわ。この時期、他にどんな映画があったの？かなりの混戦だったぜ。鬼滅の刃や煙突町のプペル、そして銀魂が200の劇場で公開されて首位を奪っていたからな。うわ、名だたるメンバーね。鬼滅の刃もまだ人気があったのね。鬼滅の刃は公開されてから時間が経ちながらも、記録を伸ばし続けていた頃だからな。だが、大人の事情は振るわなかったわけだ。その大人の事情の問題点って何だったの？問題点は主演の東山紀之さんに多くの意見が集中していたんだ。東山さんが何かやっちゃったの？単純に東山さんの演技がひどかったって意見がめちゃくちゃ多かったんだよな。え、東山さんってそんなに演技下手だったっけ？元の能力に関しては問題ない。だが、この映画だと周りにベテランが多かったせいか、下手に感じてしまったんじゃないかな。コメディが向いていないのかもしれないぜ。確かに、顔がかっこいいだけに無理に笑いを取ろうとすると違和感が残りそうよね。まあ、興行収入とかランキング的な大コケの理由に関しては、内容よりもさっき言った上位のメンツが明らかに強い作品ばかりだったからだろうな。タイミング悪くそれに巻き込まれてしまった作品ってことね。次に紹介するのはタングだぜ。2022年8月11日に公開された映画で、二宮さんや満島ひかりさん、ゲスト出演のかまいたちの二人が大々的に宣伝していたんだ。それは楽しみにしてたわ。でも、どういうわけか、公開から2、3週間で大コケの雰囲気なのね。具体的にどんな感じなの？初登場は6位だったんだよな。先ほどの作品たちと比べるとまあまあの位置に見えるけど、登場から12週経ったトップガンマーヴェリックにも及ばない状況だからな。トップガンは間違いなく名作だったもんね。3ヶ月も経ってるんだもの、初登場ぐらいは勝ちたいわよね。そうなんだぜ。この映画に関しては、まだまだこれから見に行く人もいるだろうから、内容についてはネタバレせず、公開されているあらすじ程度に留めておくぜ。配慮は大事だからな。その気遣い、ありがたいわ。あらすじってどんな話なの？主人公は二宮さんが演じるダメ男で、妻に捨てられた挙句、記憶を失った旧式ロボットのタングが迷い込んでくるところから物語がスタートするんだ。そのロボットには秘密があって、謎の追ってから逃げることになるんだよな。王道っちゃ王道な感じね。悪く言えば、このあらすじからだと他の何百もの作品との違いがわからないわ。実際の内容についてだけど、あらすじから感じ取れる通り内容は正直言ってありきたりだったぜ。でもね、二宮さんとタングを見ていると和むし、これが一人で撮ってると考えるとすごいと思うんだよな。一人で撮影って、それは大したことだわ。でも期待を超えることはできなかったのね。そうなんだぜ。正直、大人が見るにはちょっと子供向けすぎて物足りないって感じたんだ。子供向けか。それじゃあちょっと期待外れだわね。そしてな、これ系のロボットを見ると、ついウォーリーを思い出してしまうんだよ。ピクサーの名作だからな。ウォーリーね。影響を受けてるのかしら。宣伝の時から期待は大きかったんだけど、深い内容には触れられなかったし、二宮さんのブーストもあんまり効果がなかったんだ。ここから何か特別な事件でも起きない限りは、無事に大コケの仲間入りだぜ。特別な事件が起きるのも嫌だけど、そういうわけか。次に紹介するのはセイントセイヤだわ。セイントセイヤといえば、あの大人気アニメよね。ああ、セイントセイヤは車田正美さんの漫画を原作にしていてな、1985年から1990年まで週刊少年ジャンプで連載していたんだぜ。
1980年代のジャンプの看板作品の一つで、連載開始の翌年からはテレビアニメも放送されていたんだよ。他の版もいくつか作られているんだぜ。現在も週刊少年ジャンプで続編の漫画が不定期連載されているのね。今でも人気があるのは知ってたけど、続編が連載中だなんて知らなかったわ。その通りだぜ。ストーリーはね、5人の若きブロンズセイントたちが地上の平和と女神アテナを守りながら戦い抜くっていうのが大きな軸になっているんだ。そして、今回紹介するザ・ビギニングって、2023年4月28日に公開された実写映画版なの？そうなんだぜ。アニメ映画はこれまでにも作られてたが、実写化は今回が初めてで、ハリウッドで作られたこともあって注目されていたんだ。しかし、これが実はかなりの大赤字になって大こけしたって言われてるんだよな。漫画の実写化、失敗することが多いわよね。ちなみに、どのくらいの赤字になりそうなの？かかった制作費は80億円以上だが、日本での興行収入は1億円にも届いていないらしいぜ。そんなに想像以上のマイナスね。海外でも上映されてるのね。それを合わせても7億円程度なの？そうなんだぜ。さらに、映画の仕組みってのは制作側に入る利益が映画館と半分になるから、実際のところ80億円の制作費に対して 3.5 億円の収益しかないんだ。超赤字だよな。80億円かかって 3.5 億円の収益だと超赤字だわね。でも、原作のファンはたくさんいたでしょ？なんでこんなに失敗しちゃったのかしら？大きく分けて原因が2つあるんだ。一つはストーリーの改変や改悪、もう一つは制作陣の見通しの甘さだぜ。原作のストーリーに対して独自解釈を盛り込んで、ファンからは原作への愛が感じられないって怒られているんだ。原作への愛が感じられないって、ファンは怒っているのね。そういえば、この映画の前にネットフリックスで公開されたナイト・オブ・ゾディアックって作品があったわよね。それと関係あるのかしら？その通りだぜ。この映画は、ナイト・オブ・ゾディアックが元になったアレンジ作品で、さらにアレンジが加えられた作風になってたんだ。だから、ストーリーも設定も、元のアレンジ作品からさらに変えられちゃっていてな。ストーリーも設定も原作のアレンジ作品がさらにアレンジされてたら、それはもう原作ファンからしたら別作品レベルにかけ離れた映画になっちゃうわよね。だよな。その結果、原作最大のポイントであるクロスが全く別作品レベルの見た目に変わっていたんだ。これはファンでなくても、え？ってなるレベルだぜ。クロスが全く別作品レベルの見た目に変わっていたなんて、ファンじゃなくても驚くわよね。制作陣の見通しの甘さって、どういうことなの？これがな、予定にもかかわらず、この映画には第6部まで制作する計画があったんだぜ。通常、6部も続くのは大ヒット映画でも稀だからな。6部まで続くって、あんまりないわよね。1作目で何がいけなかったの？映画の尺に対してストーリー展開が間延びしてる印象を与えてしまってたんだ。それにこれだけの制作費をかけているにもかかわらず、効果的な宣伝が足りなかったんだよな。公開前から制作サイドが迷走していたって話だぜ。なるほどね、効果的な宣伝が足りなかったのか。これ、ネットフリックスで実写ドラマとして作ってたらどうだったのかしら？そうだな、ネットフリックスで複数話の実写ドラマとして作っていれば、もっとヒットした可能性は高かったぜ。映画でやるにはリスクが高すぎたんだよ。もったいない感じがするわね。ちょっとした判断ミスで結果が大きく変わるんだから。間違いないな、映画業界は予測が難しいから、慎重にならなきゃいけないのにね。次に紹介するのはどんな映画なの？ REX 恐竜物語っていう作品だぜ。1993年7月3日に公開されて、足立由美さんが映画デビューを飾ったんだ。恐竜といえば、私もスピルバーグのジュラシックパークを思い浮かべるわ。日本でもそんな作品があったのね。そうなんだぜ。監督は角川さんで、犬神家の一族やセーラー服と機関銃などですでに有名だったんだ。へえ、面白そうだけど、どんなストーリーなの？足立由美さん演じる主人公の少女、知恵が古生物学者の父と北海道でティラノサウルスの卵を見つけるんだ。孵化した恐竜にレックスと名付け、母親代わりになりながら友情を育んでいくんだぜ。なんかドラえもんの映画みたいなストーリーね。おいおい、変なこと言うもんじゃないぜ。実はこの映画、内容的には全く問題なく、かなりヒットしたんだ。2002年にロード・オブ・ザ・リングに抜かれるまで、日本の興行収入で1位だったんだからな。え、じゃあ全然失敗してないじゃないの。なんで大こけ作品として紹介してるの？そうだよな、普通に見たらヒット作だ。でもね、この映画が大こけと言われる理由があるんだ。内容的にも評価されて公開初期は客入りも良かったんだけど、レックス公開の翌週にジュラシックパークが公開されてしまってな。日米恐竜映画の対決としてすごい話題になったんだぜ。ここまで聞いてると、ただの人気映画にしか思えないわ。でも、何か大きな事件でもあったの？
ああ、大事件だぜ。公開から2ヶ月弱経った8月29日にな、監督の角川さんがいけないお薬で逮捕されちゃったんだ。やっちゃったわね。それでレックスの上映も中止になったの？当然だぜ。でもね、それまでの売り上げが順調だったおかげで、この年の映画ランキングではゴジラ VS モスラに次ぐ第2位の実績を残したんだ。しかもその差がたったの2000万円だったなんて。じゃあ、事件がなければ、もしかして1位だったかもしれないわね。おそらくな。それだけに、すごく残念な結果になっちゃったんだぜ。監督自らが作品を大コケにしてしまうなんて、なんとも言えないわね。次に紹介するのはおしんだって？ドラマのイメージが強いわよね。映画版もあったの？ああ、映画版のおしんはね、朝ドラ版の放送30周年を記念して制作されたんだよ。とにかくドラマのおしんは1983年から翌年にかけて放送された NHK の連続テレビ小説で、最高視聴率は驚異の 62.99 を記録したんだぜ。日本人の半分以上が見ていたってことね、すごいわよね。まさに社会現象だったんだ。映画版の話の前に、ドラマのあらすじを説明するぜ。主人公のおしんは貧しい家庭から出て、様々な試練を乗り越えながら成長していくんだ。ドラマでは少女時代から老年期まで、3人の女優さんがリレー形式でおしんを演じていたのよね。そうだぜ。それぞれ小林綾子さんが少女役、田中優子さんが青春青年期、音羽信子さんが中年期と老年期を演じていて、このスタイルが始まりだったんだ。今の朝ドラの基礎を作ったってわけだ。物語もいくつかのパートに分かれているんだわよね。おしんがけなげに頑張って、最終的に報われるストーリーって聞いたわ。その通りだぜ。1年間にわたる連続ドラマだから、視聴者のおしんへの感情移入が半端なかったんだ。まさに、その感情の強さがおしん人気の大きな理由だと思うぜ。朝ドラの話はいいけど、そろそろ本題に戻ろうよ。劇場版おしんって、いつ公開されたの？劇場版おしんはね、放送開始30周年を記念して作られて、2013年の10月12日に公開されたんだぜ。主人公のおしんはどうやって選ばれたの？おしん役の浜田ここねさんはね、半年間の全国オーディションで約2500人の中から選ばれたんだ。朝ドラでおしんの母を演じていた泉ピン子さんや、その他のキャストも豪華だったぜ。昔のファンには嬉しいキャスティングだわね。でも、どうして劇場版は受けなかったのかしら？それがな、不評だったんだ。劇場版はたったの4週間で公開打ち切りになってしまったんだよ。一体どうしてなの？いろいろな理由があるけど、やっぱり朝ドラ版が良すぎたのが大きいだろうな。劇場版と朝ドラ版の一番の違いは、尺の問題だぜ。朝ドラでは1年かけておしんの生涯を描いたけど、劇場版は最初の少女編だけで終わってしまう。だから、辛い思いばかりして報われないストーリーになってしまったんだよ。なるほど、辛い話ばかりじゃ見ていて気持ちが重くなっちゃうわよね。キャストについていろいろ言われてるみたいね。おしん役の浜田ここねさんってどうだったの？おしん役の浜田ここねさんはまだ子役で知名度もそんなに高くなかったからね。注目は上戸さんや稲垣吾郎さんみたいな有名どころに集まっちゃったんだ。キャスティング自体は豪華だったんだけど、朝ドラ版を知ってる人たちからは物足りないって声もあったようだぜ。それは難しいところだわね。でも、それ以外にも何か問題があったのかしら？実はな、なんでこの時代におしんを作ったのかって意見が多かったんだ。おしんは名作だけど、もう30年も前の作品だからね。現代の感覚だと、ちょっと古臭く感じるシーンも多いし、どの世代がターゲットなのかもわかりづらかったんだよ。30年前の作品だもの、それなりにギャップはあるわよね。そうなんだぜ。30年前に本気で見てた人たちが映画館に見に行くかっていうと、微妙だし、若い世代にとっては魅力的じゃなかったってことだな。じゃあ、結局興行成績はどうだったの？劇場版おしんは4週間で公開打ち切りになって、興行収入は4億円だったんだ。制作費を考えるとかなりの赤字だろうな。記念作品だっただけに残念な結果になっちゃったぜ。4億円って、それは痛いわね。記念作品としては悲しいけれど、しょうがないのかもしれないわね。次に紹介するのは約束のネバーランドだぜ。2020年12月18日に公開されたんだ。それって漫画の実写版なのね。ああ、週刊少年ジャンプで2016年から2020年まで連載された、白井さんと出水さんの漫画が原作なんだ。世界発行部数は4200万部以上で、テレビアニメも2期まで放送されたヒット作だよな。ダークファンタジーやサスペンスが強いジャンプ作品ってちょっと珍しいわよね。話題になっていたのは覚えてるわ。そうだぜ。主人公が少女っていうのも珍しいポイントだったな。ジャンプらしくないように見えるけど、実は友情、努力、勝利の3原則をちゃんと踏まえているんだ。そういう作品の中で、どんなストーリーが展開されるのかしら？初期の舞台はグレイスフィールドハウスという孤児院でね。
そこでは6歳から12歳の子供たちが、ママと呼ばれるシスターイザベラに育てられていたんだ。しかしその孤児院、実は人間を育てるための農園だったんだよ。外に出されるって信じてた子供たちは、実は鬼に食べられるために出荷されてたんだぜ。それは衝撃的ね。子供たちはどう反応したの？それに気づいた主人公たちが、孤児院から脱出する計画を立てるんだ。序盤は子供たちだけで頑張るところが見どころだよな。実写映画版はね、序盤のストーリーを元に作られているんだけど、この設定が映画の失敗に関係してるんだぜ。どういう意味なの？原作から一部設定が変更されていて、特に大きな変更点は、孤児たちが出荷される年齢が12歳から16歳に引き上げられたことなんだ。実写化するには年齢が低すぎると難しいから変えたんだろうけどね。でもそれだけで、子供たちが頑張るっていう原作のイメージと全然違うものになっちゃうわよね。そうだぜ。主人公3人を演じた浜辺美波さん、城海里さん、板垣瑞希さんがいるけど、この年齢変更が大コケの原因と考えられてるんだ。物語の魅力が大幅に減ってしまったわけだな。シスター役の北川景子さんと渡辺直美さんの演技は評判良かったんだわよね。その通りだぜ。公開当時は原作が話題になっていたこともあって、興行収入的には成功したんだ。でもね、設定変更があだとなって、ネットでの評判はあまり良くなかったんだ。興行収入は良かったけど、原作ファンからの受け入れが得られなかったから、大コケ作品と見られちゃったわね。そういうことだぜ。でも、これも映画評価の一つの指標だからな。原作ファンがこの映画をどう感じたか、コメントで教えてほしいもんだ。そうね、私たちも感想は知りたいわ。コメントでシェアしてもらえたら嬉しいわよね。次に紹介するのは落葉って映画なの？雰囲気的に中国が舞台になっているのかしら。そうだぜ。1992年に公開された映画で、関東軍の元将校が満州国建設の裏で極秘に放送するっていうストーリーなんだ。格好良さそうな雰囲気だけど、散々な評判なのね。この映画は何がいけなかったの？脚本やストーリー自体は悪くないんだ。50万年の資格っていう作品を執筆した雄朗さんの別作品を元に忠実に再現しているんだぜ。問題は何だったの？問題はね、原作者がそのままメガホンを取って監督になったことなんだよ。映画撮影は素人だったわけだ。原作者だって映画の撮影は専門外だものね。この映画は日活の80周年記念作品として制作されて、なんと50億円もの制作費が投じられたんだぜ。会社としてもかなり力が入っていたわね。主人公の男の反省を中国ロケで壮大なスケールで描いてはいるんだが、素人監督だったから役者の芝居の統率が取れなかったんだ。演出や展開にも甘さが出ちゃってたんだよ。それは映画好きならすぐに気づくわよね。正解映画っていうのは、結局のところ完成度がいまいちだったのね。国際的な有名俳優を起用したのが裏目に出たってこと？そうなんだぜ。中国が舞台なのに、作中で日本語や英語、中国語が飛び交ってて、ツッコミどころ満載だったんだよ。要は、めちゃくちゃな映画でまとまりがなかったんだな。それで結果的に興行収入はどうだったの？興行収入はたった5億円程度で、大赤字だったんだ。そればかりか、この負債が原因で日活は倒産してしまったんだぜ。そんな大惨事になってしまったの？やばすぎるわよ。だな。落葉はその原因となった打作と言われて、脚本家と総合プロデューサーは映画界から追放されることにもなってしまったんだ。酷評だわよね。でも、こういう経緯を聞くと、逆にどんな映画なのか見てみたいと思っちゃう人もいるかもしれないわね。次にシュアリーサムデイという映画を紹介するのね。比較的最近の作品みたいだけど、正直聞いたことがないわ。そうなんだぜ。2010年に公開されたんだけど、大コケ作品って話だ。理由はさっきの落葉と似てるんだ。この作品はどう特別なの？実はな、これ俳優の小栗旬が初めて監督を務めた映画なんだ。小栗旬さんは役者としては人気があるけど、監督としても注目されていたんだぜ。役者から監督への転身って大変そうだけど、落葉と同じ運命をたどったってことは？おそらく霊夢の予想通りだぜ。小栗さんは映画監督になることにかなり意欲的で、20歳の頃からこの映画の構想を練っていたんだ。役者として自分の中のイメージを実現したくて、情熱を持って撮影に臨んだんだ。それで、ストーリーの内容はどんな感じなの？ストーリーはね、高校の文化祭で起きた爆発事件から再起をかける生徒たちの青春と友情を描いたものだ。なかなか熱い話だぜ。意外な話よね。小栗さん初監督の作品でそれを選んだなんて。そうだな。監督として映画をイメージ通りに作るため、小栗さん自らが俳優への出演オファーもしていたんだからな。それはすごいけど、この映画もこけちゃったのよね。理由が気になるわ。ああ、制作費は5億円で、興行収入は3億円だったんだ。
公開後わずか1ヶ月で上映が打ち切られたぜ。赤字で上映がされなくなっちゃったのね。こけた理由は何なの？映画のストーリーや演出に荒さが目立って、客足が伸びなかったんだ。バタリ的なアイデアが多すぎて、展開が無理やり感があったんだな。豪華なキャスティングの割には演出や脚本が見合ってないってこと？そうだぜ。演出や脚本に対する厳しい意見や悪い口コミが多かったんだ。厳しい意見や口コミが多いわね。やっぱり役者の演技力と監督の脚本構成力や演出力は別物なんだわ。そういうことだな。ただ、今は小栗さんも年齢も経験も重ねてるから、次に監督作品を出すなら、もっと期待できるものになるだろうぜ。次に紹介するのは鞘侍だって聞いたわよ。松本人志さんが監督を務めたんだったわよね。ああ、鞘侍は松本さんの映画4本の中で第3作目だぜ。2011年に公開された江戸時代が舞台の作品だ。主人公は子供を持つ浪人侍で、何かの理由で囚われて笑わせなきゃ処刑されちゃうんだったわよね。そうだよな。生きるために若君を笑わせるために奮闘するストーリーだ。私、映画にもお笑いにも詳しくないから、松本作品についてコメントするのは難しいわ。この作品はなんでこけたの？第一の理由は興行面さ。松本作品は初作の大日本人が成功したけど、その後は興行収入が下がり続けていて、鞘侍も赤字だったんだ。そもそも松本さんの映画って、見る人を選ぶイメージがあるわよね？まさにその通りだぜ。この作品もその例外じゃなかった。お笑いの部分もそうだし、役者のキャスティング面での失敗もあったんだな。松本さんのお笑い世界観で制作されたけど、大衆向けじゃなかったのね。初心者にはとっつきにくいって言われてるわよ。そうなんだぜ。ちょっと難しすぎて、一般の人たちには受けなかったんだ。そして、主役に無名のおじさん、のみさんが抜擢されたって聞いたけど、それもマイナスだったのかしら？ああ、そののみさんってのは松本さんの番組の観客の中から見つけた人だ。映画の主役になるって知らされずに撮影されたんだからな。え、それって本当にあったの？信じられないわ。全くもって、めちゃくちゃね。だからな、鞘侍はいろいろといまいちな結果に終わってしまったんだよ。それにしても、せめて松本さんのファンには受けていたらいいのにね。この映画見た人、どんな感想を持ったのかしら？コメントで教えてほしいわ。最後に話すのはキューティーハニーティアーズについてだぜ。キューティーハニーって、もともとは漫画やアニメで人気だったんだ。キューティーハニーって、もともとは漫画やアニメで人気よね。それにキューティーハニーの映画版って、佐藤恵理子さんが主演したものがあるけど、それのこと？言ってることはその通りだ。でも、佐藤恵理子さん主演のバージョンは2004年に公開されたものだぜ。今回解説するのは、2016年に公開された、西内まりやさん主演のキューティーハニーティアーズなんだ。西内まりやさん主演のバージョンもあったの？それって、どんな作品なの？キューティーハニーは1973年に永井豪さんとダイナミックプロが制作した漫画とアニメが原点だな。それからは、映画やテレビドラマとしても様々な関連作品が公開されてきて、2016年のバージョンは、実写のキューティーハニーとしての新しい試みだったわけだ。なるほど。じゃあ評価はどうだったのかしら？西内まりやさんが主演ということで、期待も大きかったんだ。でも、結果的には、あんまり評判は良くなかったと言われてるぜ。どうしてそんなことになったの？実際、歴史的な大コケとも言われているんだぜ。西内さんは今回が映画初主演だったんだが、興行成績があまり良くなかったんだぜ。そうだったのね。どのくらいの興収があったのかしら？公開当初からトップ10圏外で、19位以下だったって言われてるぜ。最終的な収入に関しても、確かな数字は出てないけど、1000万円前後だったとも聞くんだ。それは、ほぼ大赤字よね。キューティーハニーって、原作がそんなに人気があるのに、なんでこんなことになっちゃったのかしら？それは作風の変更が原因とされているぜ。キューティーハニーといえば、ヒロインがセクシーな衣装で戦うシーンが有名だったんだ。だけど、この映画では、それをなくして、CG を使ったアクション中心にしてたんだよな。ヒロインのセクシーな衣装がないなんて、それってキューティーハニーの魅力をなくしちゃうことじゃない？そうなんだぜ。ファンからは、歴代作品のいい部分を消した感じと受け取られちゃって、ネット上でもこれじゃないという意見が多かった。特にハニーフラッシュがないって点は、見る価値があるのかと疑問視されてたぜ。映画制作陣が新しい試みをした結果、ファンの期待を裏切っちゃったのね。そうだな、でもこの映画の興行成績には、彼女に関する他の原因もあるんだ。そうなの？西内さんといえばもともとモデルとして人気だったわよね。そうだな。
でもモデルとして活躍後も歌手や女優として売り出されたけど、あまり結果が出てなかったな。例えば、2015年の彼女の主演ドラマホテルコンシェルジュも視聴率が一桁だったから、この映画も大きな注目を集めるのが難しかったのかもしれないぜ。つまり評価が低かったのには、いろんな不利な条件が重なっちゃったってことなのね。でも、せめて原作通りにセクシーなシーンが多かったら、もう少し人々に受け入れられてたかもしれないわよね。そうだな。やっぱり原作がある作品で内容を大きく変えると、ファンの期待とのバランスを取るのが難しくなるんだろうな。最初に紹介するのは資料の腹渡だぜ。1981年にアメリカで公開されたカルト映画の傑作だ。スパイダーマンシリーズの監督の作品なのに、全然イメージ違うわね。そうだな。サムライミ監督の映画監督デビュー作にして大ヒット作品だったんだぜ。でも過激な描写が問題になって、上映禁止になっちゃったんでしょ？そういうことだな。休暇中の5人の若者が森の小屋で死者の書というテープを見つけるんだ。そのテープには森に封印された悪魔を復活させる呪文が録音されていたんだぜ。それを再生しちゃったの？そうなんだ。悪魔に取り憑かれた仲間を、テープに書かれた方法で斧でバラバラにしたりするんだぜ。へぇ、かなりエグいわね。でもホラー映画としては面白そう。ホラー映画ファンに絶大な人気を誇る作品だからな。続編やリメイク版、ドラマ、漫画まで制作されているほどだぜ。それなのに上映禁止になっちゃったのはなぜなのかしら。一番の理由は描写があまりに過激で暴力的だったからだな。特に悪魔が憑依した裸の女性を襲うシーンが物議を醸したらしい。どんなシーンなの？逆に気になってきちゃったわ。他にも残虐なシーンや出血量が多いスプラッター要素が強いため、多くの国や映画館で上映が制限されたんだ。2013年のリメイク版はオリジナル以上に過激で、アメリカでは17歳以下鑑賞禁止になったぜ。オリジナル以上ってよっぽどね。制限を防ぐためにシーンカットもしたんでしょ？そうだな。初めてこの作品を見るならまずはオリジナル版から見ることをおすすめするぜ。次に紹介するのはエクソシストだぜ。1973年にアメリカで公開された、世界的に有名なホラー映画だ。タイトルだけなら誰でも知ってるんじゃない？めちゃくちゃ有名な作品よね。アメリカではその年の興行収入1位を記録した大ヒット作品だったんだぜ。アカデミー賞の脚色賞と音響賞も受賞するなど、オカルト映画の代表作と言えるな。でも公開当初はいくつかの国で上映禁止になったんでしょ？過激なホラー描写が原因なのかしら。それに加えて宗教的な理由で上映禁止となった国もあったようだぜ。内容は悪魔に取り憑かれた少女が異常な行動を繰り返し、母親が神父に悪魔払いを依頼するというものだ。悪魔に取り憑かれた少女のシーンはトラウマ級らしいわね。観客が気絶して救急車で運ばれたこともあったとか、少女がブリッジして歩くシーンが有名だけど、子供の頃に見たらしばらくトラウマになるレベルだな。エクソシストは映画として高い評価を得ている作品だが、実は制作途中でエンディングの変更が検討されていたそうだぜ。どうして？オリジナルのエンディングがダメだったの？脚本家の意図に反して、この作品のエンディングが悪魔の勝利を書いたものだとする見方が広まったんだ。本来の意図を伝える別のエンディング案が検討されたが、予算の関係で持ち越されたそうだぜ。その後、1998年の25周年版で当初撮影されていたエンディングが復活したんだ。一部の国では宗教的な理由で上映禁止になったって言ってたけど、その悪魔の勝利という解釈がアウトだったのかしら。そうかもな。イギリスやシンガポール、マレーシアなどキリスト教信者が多い国で上映禁止になったんだ。そもそも悪魔と神父の戦いという内容自体がアウトだった可能性もあるが、詳細は不明だぜ。日本ではこの辺のしがらみが少なくて、普通に上映してくれてよかったわね。次に紹介するのは小さな悪の花だぜ。1971年にフランスで公開された作品だ。主人公は女の子たちなのね。なんだか可愛らしいじゃない。パッと見はそう見えるかもしれないが、全くそんなことはないぜ。内容が問題視され、日本とアメリカでしか上映されなかった伝説的なカルト映画なんだ。日本ではなぜか上映されたのね。どんな映画だったの？この映画は1954年にニュージーランドで実際に起きた殺人事件を元に書かれているんだぜ。15歳の少女2人は悪の花という死に見入られ、悪事を働くのが好きになっていく。彼女たちの行いはエスカレートし、悪魔崇拝の儀式でサタンに身を捧げるまでに至るんだ。大人を誘惑し放火や盗み、動物や近親者の殺害などを行い、破滅への道を進んでいく内容だぜ。最初の印象よりもだいぶ重たいストーリーだったわ。倫理色の強い物語の他に、いわゆるエログロな映像描写もこの作品の特徴なんだぜ。主人公二人の共依存的な関係性や、男性を誘惑するシーンでは現代では考えられないような演出がされていたりするんだ。
昔の映画な風、余計に生々しさがありそうね。こういった作風から反宗教的、反道徳的であるとみなされ、前述の映像演出も問題視されたんだ。フランス本国をはじめ世界各国で上映禁止となってしまったそうだぜ。聞く限り仕方ないなって気もするわね。だがこういったジャンルに寛容だった日本とアメリカでのみ、映画館での上映がされたというわけだ。なるほど。これはただ単に残虐な映画ってわけじゃないから、日本では結構ファンが多そうね。そうだな。刺さる人にはかなり刺さる作品だと思うぜ。次に紹介するのはマイキーだぜ。1991年にアメリカで公開された作品だ。見るからに不気味なビジュアルね。これは子供かしら？マイキーはチャッキーよりも怖い9歳の殺し屋というキャッチコピーの通り、子供が人を殺しまくるという作品なんだ。それだけでも上映禁止待ったなしって感じね。そうだな。子供が殺人を犯すという内容から多くの国で上映禁止となり、イギリスでは現在も解禁されていないそうだぜ。イギリスって厳しいのね。それでマイキーはどんなストーリーなの？主人公マイキーは9歳ながら、冒頭でいきなり両親と妹を一気に殺してしまうという破天荒ぶりなんだ。しかし警察の取り調べでは家族を殺され生き延びた少年を見事に演じ、高い演技力も持ち合わせているぜ。精神鑑定でも問題なしと診断され、新たな家庭に養子となって入り込み、そこでも殺人を始めるんだ。見た目は可愛らしい子供なのに実はってパターンは今なら他にもたくさんあるけど、当時としてはかなり衝撃だったでしょうね。ああ、ここまで過激な暴れっぷりだと上映禁止も納得って感じだな。次に紹介するのはソドムの市だぜ。イタリアとフランスの合作で、1976年に公開された作品だ。イタリアの名監督ピエル・パオロ・パゾリーニの作品でありながら、世紀の問題作と言われているんだ。確かに雰囲気がかなりダークな感じ。これはどんな映画だったの？第二次世界大戦後に残されたファシストたちが、美しい少年少女を強制的に捕らえ、自分たちの欲望のままに養殖し、拷問を加えて殺していくという卑劣で残酷な作品だぜ。うわ、聞いてるだけでゾワゾワしてきたわ。原作では舞台は18世紀のスイス山奥の城となっていたんだが、映画では20世紀のイタリアに置き換えられているんだ。映画公開当時の現代社会の権力の腐敗や消費社会への警告などを指摘する作品にアレンジされたとも言われているぜ。ちょっと難しいけど、現代社会への批判みたいなものが込められていたってことよね。そういうことだ。だがそういった社会に向けたメッセージが込められていようとも、作品のストーリーや映像に対して世間から批判が殺到してしまったんだ。一体どんなところが問題視されたのかしら？かつての権力の残党者たちが自分たちの欲望のために、強引に美しい少年少女を集めて狂乱の宴を開くんだ。人権を奪い好き勝手に虐待を繰り返し、ボロ布のように扱われた挙句、最終的に待っているのは忍びという誰も救われないストーリーだぜ。そしてそれらを表現した映像のほぼ全てが問題視されたんだ。映像演出の凄まじさを一言で表すなら、ゾッとして汚いという言葉に尽きるだろうな。ここでは書けないひどい仕打ちの数々に、多くの視聴者は心が折れてしまったらしい。私は絶対耐えられないレベルだわ、きっと。上映開始から間もなく、この映画はイタリアはもちろん多くの欧米諸国やアジアの国々で上映禁止となったんだ。しかもこの作品の完成後間もなく、監督自身がローマの海岸で謎の死を遂げているんだぜ。ほぼ確実にこの映画の何かが関係していそうよね。世紀の問題作で監督の遺作となった映画って恐ろしすぎるわ。今現在はネットや DVD などを通じて視聴することは可能だが、視聴したい人がいたらくれぐれも自己責任でお願いするぜ。次に紹介するのはアングストだぜ。オーストリアで制作され、1983年に公開された作品だ。この話題でオーストリア映画って珍しいわね。確かにそうだな。アングストは実際に起こった殺人事件を題材とした作品で、過激な内容が問題視され公開から間もなくヨーロッパ全土で上映禁止となったんだ。実際の事件をモデルにしててかつ過激すぎて上映禁止なんて恐ろしすぎるわ。題材となったのは1980年にオーストリアで起きた事件だぜ。犯人のウェルナー・クニーチェックは、オーストリアの犯罪史上最も危険な人物の一人とされているんだ。クニーチェックは16歳の頃から強盗や殺人による逮捕と釈放を繰り返しており、15年以上も刑務所で過ごしていたんだぜ。釈放される数週間前、職探しのために3日間の休暇を与えられて刑務所の外に出たんだが、その期間中にたまたま見つけた邸宅に侵入し一家3人を拷問の末に皆殺しにしたんだ。ひどすぎる事件ね。それを映画にしようっていう発想もすごいけど、アングストでは犯人の狂気じみた行動や心理状態を描写しているぜ。あまりにショッキングな内容のため、上映中に気絶してしまう人や返金を求める人が多かったらしいな。
そのため映画史上最も狂った映像とまで言われているぜ。そこまで衝撃的な内容だと上映禁止もやむを得ない感じね。ああ、本国オーストリアでは公開からたった1週間で劇場での上映が打ち切られたぜ。それに続くようにヨーロッパ各国での上映も次々に禁止され、イギリスとドイツではビデオの発売すら禁止措置が取られてしまったんだ。かなり厳しいわね。ちなみに日本では公開されたのかしら？当時は日本では公開されなかったんだが、1988年に鮮血と絶叫のメロディ引き裂かれた夜というタイトルで VHS が発売されたぜ。ただ出回った本数はかなり少なく、鑑賞困難な状態だったようだな。マニアのみが見れた貴重な作品って感じだったのね。その後、ついに2020年にアングスト不安というタイトルで劇場公開されたんだ。37年越しの劇場公開なんてすごいわね。R15 指定作品だったにもかかわらず、公開初日から劇場は満席状態で予想外の動員数と興行収入を記録してしまったんだぜ。そんなに大盛況だったなんてすごいわね。ずっと鑑賞困難なレア作品だったからこそ、見てみたいという人が多かったのでしょうね。国によっては今でも解禁されていないほどの過激な作品だしな。見るのにかなり勇気がいりそうだぜ。でも、怖いものほど見たくなっちゃうのも人間の心理よね。次に紹介するのはアバターだぜ。アメリカで制作され、2009年に公開された SF 映画だ。世界中で大ヒットした超人気作じゃない。放送禁止になる要素なんてどこにもなさそうだけど。実はこの映画、お隣の国でだけ上映禁止となっているんだよ。え、どうして？その理由は、ある少数民族を連想させるからだったんだ。政府による政治的な懸念理由が関係していたとも言われているぜ。なんかお隣らしいというか、なんというか。ちなみにその国では、2016年公開のゴーストバスターズも上映禁止になっているんだが、政府が超常現象を認めていないからというのが理由だったと言われていたりするぜ。どんなに有名な作品でも、結構バンバン上映禁止にしちゃうのね。驚いたわ。次に紹介するのはクレア・デインズが出演するすべての映画だぜ。一人の女優さんが出演している映画が全部上映禁止になっちゃったの？そうだぜ。フィリピンでこの措置が取られたんだが、理由も結構驚きだな。この方は1996年の映画、ロミオとジュリエットでレオナルド・ディカプリオと共演したことで人気になった女優さんよね。ああ、映画好きの間では有名だよな。そんな彼女が1998年、互いたい刑務所を舞台にした映画ブロークダウン・パレスに出演した際のインタビューが問題視されたんだ。撮影地となったフィリピンについてのイメージを聞かれた彼女は、マニラについて失礼な発言をしたんだぜ。これに当時のフィリピン大統領と政府が激怒したのね。謝罪の言葉があるまで、クレア・デインズに関する全ての映画の上映禁止と彼女の入国禁止を永久に解かないと発表したんだ。めちゃめちゃ過激ね。そして制裁が重すぎる。クレア・デインズ側はこれに対し、誤解を招いてしまったことを訂正する声明を発表したが、フィリピン政府は永久に許すつもりはないと拒否。今も彼女の出演作品の公開はされないままだそうだよ。一つの国をここまで怒らせちゃった女優さん、なかなかいないんじゃない？いつか双方が和解できる日が来るといいけど、今のところ難しそうね。次は少女椿だぜ。貧しい家に生まれ病弱な母と暮らす少女椿は、花を売って生活していたんだ。ある日、売れない花を抱えた椿の元に、帽子をかぶった親切なおじさんが現れ、花をたくさん買ってくれたんだぜ。困った時はいつでも私を訪ねておいで、って言われたのね。そして、疲れ切って家に戻った椿が目にしたのは、すでに生きたい何匹ものネズミに食われる母親の姿だったのでした。孤児となった椿は、帽子をかぶった親切なおじさんを訪ねるけど、そこに待ち受けていたのは、見せ物小屋の狂気の世界だったのよね。怪奇、陽気、鬼畜、エログロ。丸尾末広によるガロ系と呼ばれるアングラ漫画を原作にした、この世のタブーを全て集約したかのような悪魔的世界。冒頭の母親の亡くなり方からしてエグすぎるわ。その内容の過激さから、スペインでの映画祭で上映後、成田空港の税関でマスターフィルムが没収破棄され、日本国内への輸入、国内での上映が禁止となってしまったんだ。現在までソフト化もされていないのね。フランスで奇跡的に DVD 化が決まった時も、マスターテープを送る際に成田空港が要注意貨物要チェックという書類を添付し、フランスに到着後、マスターテープを有害物として没収されてしまったぜ。当局から完全に目の敵にされてしまった、呪われた作品となったのね。次は追悼のざわめきだぜ。大阪釜ヶ崎の廃墟ビルの屋上で暮らす孤独な青年誠は、ナホコと名付けたマネキンをこよなく愛していたんだ。誠は若い女性を襲い、彼女らの性器をマネキンに注ぎ込むんだぜ。すると様々な人間が廃墟ビルへと引き込まれていくのね。脚本を書き上げた段階で、誰もが映像化不可能と考えたんだ。
演出を務める寺山修司は、この脚本が映画になればスキャンダルを起こすだろうとまで語っていたぜ。そしてついに映像化されるのね。マネキンを愛する男、売春婦、ホームレス、狂信者、カニバリズム、予想通り激しい論争を巻き起こしたわ。ベネチア国際映画祭に出品を予定されながらもイタリア税関でストップ。香港の映画祭でも同じく税関でストップがかかり、海外に向けての配給が断たれてしまったんだ。日本国内では上映はされたものの、開始20分過ぎたあたりから気分を害した観客が続々と席を立ってしまい、とにかく汚らしいと吐き捨てるように言ったそうね。その一方で、熱狂的なファンも生み出すことになったぜ。ハレンチでありながら性であり、胸クソでありながら清らかな世界が広がっていたんだ。次はピンクフラミンゴだぜ。タブロイド紙から史上最低の卑劣人間と評されるほど下品な人間。それを認めないマーブル一家は、誰こそが史上最低の卑劣人間だと主張し、互いに卑劣人間の座を争う対決が行われるんだ。露出狂、鬼畜、中間、ありとあらゆる変態行為を詰め込んだ史上最低の悪趣味ね。このような不快な内容により、当然のごとく世界各国で禁止となったぜ。しかし、主演のドラッグクイーン・ディバインというインパクトのあるキャラクター、軽い内容に過激な描写というアンバランス感で次第にファンが増え、商業的に最も成功したカルト映画として不動の地位を得ることになるんだ。監督のジョン・ウォーターズは厳格なカトリックの中流家庭で何不自由なく育ったのに、なんでこんな作品を作ったのかしら。ニューヨーク大学の映画学科に進み、同期にはマーティン・スコセッシやオリバー・ストーンもいて、エリートコースを順調に歩んでいたかに見えたんだが、大麻所持で退学処分になってしまい、その後、悪趣味映画に傾倒し始めたんだとか。道を外したのか、道を極めたのか、どっちなんだろうね。次はネクロマンティックだぜ。路上清掃会社で働くロベルトは、交通事故の後処理の仕事をしていたんだ。死体を回収するという誰もが嫌がる仕事だったが、彼は死体を愛する趣味の持ち主で、その一部を盗んではコレクションしていたんだぜ。しかも恋人のベテも同じ趣味を持っていて、ロベルトが丸ごと一体調達してくると、ベテを交えて三人で愛し合うのね。ゾッとするわ。死体を愛してしまうという異常な趣味を持つ人間を過激な描写で書いたドイツ発のこの作品は、当然のごとく世界各国で上映及び輸入禁止処分を受けてしまったぜ。こんなの作っちゃダメよ。死体と戯れるシーンは所詮作り物だからと割り切っても、やはりきついわ。さらに動物に手をかけてしまうシーンはガチなので、もはや直視できないぜ。できることなら見なかったことにしたいぐらいの異常な世界ね。悪名を世界に轟かせた作品となったわ。だが監督のヨルグ・ブットゲライトは懲りずに続編であるネクロマンティック2を発表するんだぜ。これによりドイツ国内での上映禁止、そしてフィルムを含む全ての素材の廃棄処分を言い渡されたんだ。次に紹介するのはナチュラル・ボーン・キラーズだぜ。1994年に公開されたアメリカの作品なんだ。おしゃれな雰囲気もあって、評価の高い作品なのね。そうなんだぜ。でも、この作品は公開後に欧米各国で上映禁止となったんだ。上映禁止になっちゃったの？どうしてなの？一言で言うと、社会にあまりにも大きな影響を与えてしまう内容だったからなんだぜ。主人公のカップルは、行く先々で殺人を繰り返しているのね。そうなんだぜ。バイオレンス映画で、逃走劇を描いているんだ。ロマンチックな感じかと思ったのに、バイオレンスとはびっくりだわ。主人公はミッキーとマロリーの2人で、マロリーは父親から性的虐待を受けていたんだ。二人は恋に落ちて、マロリーの両親を殺害して逃避行に走るのね。物語は、二人がレストランを訪れて客たちを銃殺して金を盗むシーンから始まるぜ。なかなかショッキングね。でもバイオレンス映画としてはありがちな気もするわ。問題はここからなんだぜ。二人は行く先々で犯罪を繰り返していくんだが、やがてマスコミからも注目されるようになるんだ。犯罪者が英雄のように扱われるってところが問題だったのね。その通りだぜ。作中では殺人を繰り返したミッキーとマロリーが、まるでスターのような扱いを受けているんだ。殺人者や殺人行為を称賛するかのような表現があまりに多すぎたことが問題になったのね。ああ、そのため公開後に上映禁止になったり年齢制限がかかったりと、主に欧米諸国で大きな話題になったぜ。でも、騒動はそれだけでは終わらなかったの？そうなんだぜ。映画に影響されたカップルによる無法犯罪が各地で多発してしまったんだ。普通の人はバイオレンス映画を見たからといって、自ら犯罪を起こそうとは思わないわね。だけど、この作品が犯罪予備軍の人々に影響を与えてしまったということなんだろうな。特に1995年に起きた事件がひどかったんだ。若いカップルがミシシッピ州とルイジアナ州で次々と発砲事件を起こしたんだぜ。このカップルは、犯行前にこの作品を繰り返し見ていたのね。現実とフィクションを混同してしまったのかしら。
また1999年にアメリカで起きたコロンバイン高校銃乱射事件の犯人もこの作品の影響を受けていたようだぜ。犯人の少年は映画の登場人物と同じ服を着て犯行に及んで、映画と同じセリフを叫んだりもしていたそうね。こんな有名な事件にもこの作品の影響があったなんてな。結果作品を批判する声もますます大きくなったんだ。映画としてはとても評価が高い作品であることも事実だわ。見た人の人生に影響を与えるほどの作品って多くはないから。そうなんだぜ。でも、犯罪を美化するかのような表現には要注意ってことだな。次に紹介するのは時計仕掛けのオレンジだぜ。1971年に公開されたキューブリック監督の有名な作品なんだ。これも不良少年を主人公としており、暴力的な表現が多い作品なのね。そうだぜ。2020年にはアメリカ議会図書館によって文化的、歴史的、美学的に重要とみなされたほどの評価を受けているんだ。すごいわね。でもこれも上映禁止になっちゃったの？ああ、暴力を誘発する作品であるとの指摘を受け、アメリカでは17歳未満観覧禁止の制限が設けられたんだ。そしてイギリスではキューブリック監督自身の要請により上映禁止になったのね。そうなんだぜ。物語の内容は、舞台は近未来のロンドンで、主人公は不良少年グループのリーダーアレックスだ。彼らは街であらゆる暴力行為を繰り返していたんだけど、アレックスは仲間の裏切りにあって警察に捕まっちゃうのね。実刑判決を受けた彼は、獄中生活から逃れるため強制プログラムの被験者に自ら志願するんだ。かなり重くて暗めな内容なのね。強制プログラムの内容もかなり恐ろしいものなんだろうね。一番問題視されたのは不良少年たちの暴力行為のシーンだぜ。特に飴に歌い場を口ずさみながら女性に暴行を加えるシーンは、全く同様の事件を起こした少年グループもいたほどだぜ。それ以外にも、16歳の少年がこの映画のことを聞かされた上で犯行に及んでいたり、アラバマ州知事の暗殺を図ったアメリカ人の男がこの作品を見てから犯行を考えるようになったと記していたりするのね。そうなんだぜ。多くの事件のきっかけになったとされているんだ。ナチュラルボーンキラーズと同じで犯罪を助長してしまう結果となったんだ。暴力表現だけでなく性描写が過激だったこともあり、アメリカでは上映の際に年齢制限がかけられたのね。そうだぜ。イギリスで作品が公開されるとキューブリック監督の元には多くの脅迫状が送られてきたんだ。監督は自分と家族の安全を危惧し、上映禁止を要請したのね。そして彼が亡くなるまでイギリスでの正式上映は行われなかったそうね。そうなんだぜ。さらにアイルランド、シンガポール、マレーシア、スペインなどでも上映禁止になり、長い間一般人が見ることは困難になるほどの問題作となったんだ。名作であるとともに、結構な問題作でもあったのね。次に紹介するのは悪魔の生贄だぜ。1974年に公開されたアメリカの作品で、殺人鬼レザーフェイスがチェーンソーを持って暴れまくるホラー映画なんだ。有名なチェーンソーの殺人鬼のやつね。この作品も暴力表現に対する苦情を受けて多数の映画館が上映を中止したり、国によっては上映が禁止されたりしたのね。そうだぜ。物語のあらすじはシンプルで、アメリカの田舎を舞台に住人たちが次々と殺人鬼の手にかかっていくというものだ。それでどうして上映禁止になっちゃったの？これも真似する人が出たのかしら？いや、それはなかったよ。この作品が上映禁止になった理由は非常にシンプルで、内容がヤバすぎるからだぜ。殺戮のシーンはもちろんのこと、人肉を食べるシーンなんかもあるのね。かなりグロそうだわ。多大害と殺人のシーンや流血表現はマイルドなんだ。監督のトビー・フーパーは制限が厳しくならないように画面上の流血の量を減らしたそうだぜ。結局その努力も虚しく年齢制限がかけられてしまったんだけどね。せっかく配慮したのに残念だったわね。またこの作品はフィクションということになっているが、実は実際に起きた連続殺人事件が元になっているとも言われているんだ。そういった背景もあり、世界中で上映が制限された問題作だったのね。評価からも賛否両論だったが、商業収入的には大成功だったそうね。そしてその後のホラー映画にも多大な影響を与えているぜ。いろいろあったけど、なんだかんだでしっかり評価されているんだ。次に紹介するのはダヴィンチコードだぜ。2006年に公開されたアメリカの作品で、日本でも話題になったんだ。これはバイオレンス系の作品とは違ってミステリー系の内容だったと思うんだけど、どうして上映禁止になったの？この作品は記録的な商業収入を達成した一方で、上映反対運動が起こったりした国があったんだ。その理由はズバリ宗教的なものだったぜ。宗教関連か、これはこれでかなり厄介そうね。そうなんだぜ。ストーリーとしては、ダヴィンチのイトルイウス的人体像模した遺体が発見された事件に端を発する謎解きものだ。私たち日本人にはあまりピンとこない部分もあるけど、ダヴィンチの作品はキリスト教と非常に深い関係にあるのね。
この映画の中ではダヴィンチの作品に隠された暗号がキリスト教の歴史を根底から覆すほどの大きな意味を持っているんだ。その暗号の示す内容が問題視されたってこと？そうなんだぜ。暗号が隠されていたのはかの有名な絵、最後の晩餐だ。解読された暗号には、生涯独身だったはずのイエス・キリストが実はマグダラのマリアと呼ばれる女性と結婚しており、子供も作っていたということが示されていたんだ。ストーリー以上に、この内容がキリスト教、特にカトリックの指導者や信者たちから猛烈に非難抗議されたんだ。イエス・キリストが実は結婚して子供もいたってことがそんなに問題なの？キリスト教においてはかなり大きな問題のようだぜ。その結果、例えば熱心なキリスト教国であるサモアでは若者のキリスト教信仰に悪影響を与えるという理由で上映禁止になったんだ。その他にもインドや中国、エジプト、レバノンなどでも禁止されたのね。そしてイスラム教国であるパキスタンやヨルダンなどでも宗教に対する冒涜だとして上映禁止となったんだね。そうなんだぜ。多くの国で結構厳しい措置が取られたんだ。ただ、商業収入としては大成功だった。同年の映画の中では2番目、ロン・ハワード監督作品の中では最も高い収入を記録しているんだ。その後に天使と悪魔、インフェルノという2作の続編も制作されたのね。日本は宗教的なしがらみがないから、上映禁止になることもなかったのね。そうだぜ。考えると気軽に映画を楽しめる国柄でよかったぜ。次に紹介するのは食人族だぜ。1981年に公開されたイタリアの映画で、タイトルからしてヤバい香りがプンプンするぜ。そうね。現にこの映画は50以上の国々で上映禁止になっているんだって。ガチの問題作じゃないの？この作品の立ちの悪さは、視聴者も勘違いしてしまうほどの妙なリアルさや、映画撮影時の残忍な事実、公開時の宣伝の触れ込みに詰まっているんだ。一体どんなところが問題視されたの？まず作品としては、アマゾンの密林に住む原住民の密着映像を撮った撮影クルーが行方不明になり、向かったメンバーらが原住民の残酷さや残されたフィルムから驚きの事実を知ってしまうというドキュメンタリー風の作りになっているんだ。ってことは、あくまでもフィクション映画ってことなのね。そういうことだぜ。だが、実際に映画を見た人の中には、本当に起きた事件の映像だと勘違いしてしまう人もいたんだ。それだけ映画の内容がリアルだったってことかしら？それもあるし、実はこの映画は本物の記録映像という風なニュアンスで宣伝を行っていたから、余計に多くの人が勘違いしてしまったんだぜ。この宣伝文句はなんだか意図的な気がするわ。さらに、映像のリアルさという観点からも問題になったのはその撮影方法だ。劇中では原住民が人肉を食べるシーンやネズミや子豚を虐殺するシーンなんかが書かれているんだが、それらは本物の動物を使用して撮影されていたんだ。ひどいわ。撮影のために何の罪もない動物たちが犠牲になってたってことよね。そういうことだぜ。50カ国以上で放映禁止になった理由がわかるよな。もしこの映画に興味があるという人は、2013年にグリーンインフェルノというタイトルでリメイク映画が公開されているから、まずはそちらを視聴してみることをお勧めするぜ。どちらも見たことがあるという人がいたら、それぞれの映画の評価なんかを教えてくれると嬉しいわね。次に紹介するのはムカデ人間だぜ。2010年4月にアメリカで公開された作品で、映画界最も狂った作品と呼ばれ、世界中で多くの批判にさらされた問題作だったんだ。これは噂には聞いたことあるわ。世界中で上映が取りやめられる中、日本でだけはなぜか恐ろしいほどの大ヒットを記録し、吹き替え版も制作されるほど好評だったのね。そうなんだぜ。そもそもこの映画のストーリーってどんな感じだったのかというと、頭のおかしいマッドサイエンティストが複数の人間の口と肛門をつなげて一つの生命体を作りたいという好奇心のもと、それを実行して無残な人間を作るといった感じだぜ。残酷だし、あまりにも品がなさすぎるわ。ちなみに作中で無残な人間として繋がれてしまうのは、旅行をしていた米国人女性2人と日本人男性だぜ。ストーリー概要から察せると思うけど、この3人にとっても救いのない展開となっているわ。どういう思考をしてたらこんな過激な脚本が思い浮かぶのかしら？さあな、でも二次大戦中のドイツのマッドサイエンティストが元になっていると言われてるぜ。このムカデ人間という映画は、これ以外にも道徳や倫理に反する無数の場面が数多くあり、精神的な苦痛を感じる視聴者が少なくなかったとも言われているんだ。私も見たらメンタルやられそう。そもそも世界で大批判を食らった映画がなんで日本では上映できたのかしら？日本でも当初は放映取りやめとなっていたが、修正版が都内の映画館で上映されたところかなりの反響があり、話題を呼んだみたいだぜ。DVD ですら限られた範囲でしか販売されていない中、日本ではなぜかカルト的な人気を誇るマニアックな映画として認知されているのね。そうだぜ。興味のある人はレンタルや動画配信サービスで見てみるといいぜ。私は見れそうもないけどな。
次に紹介するのは八千飯店の人肉饅頭だぜ。1993年に香港で公開された映画で、1985年の実際に起きた事件を元にしているから、妙な生々しさとリアルさがあるんだ。ちなみにどんな事件だったの？ある日マカオで営業していた飲食店のオーナーとその家族、従業員の料理人が突然姿を消してしまうんだ。犯人として同じ店舗の従業員が逮捕されたんだが、犯人は工事場で自ら命を絶ち、被害者の遺体も発見されないという事態に陥ったんだぜ。うわ、それってまさか犯人の男が殺した相手を饅頭にして売っていたってこと？警察の捜査でその可能性が高いと結論が出たらしい。映画の内容はこの事件とほとんど同じように書かれていたぜ。ってことは、かなり残酷なシーンが多い映画になってるってことよね。その通りだぜ。主人公が家族を殺害するシーンの中でも、子供に手をかける場面があまりにも生々しいということで、日本国内では映画館での放映は禁止となり、ビデオや映像ソフトの販売のみがギリギリ許されるという措置が取られたんだ。逆に販売が許されたってのがびっくりだわ。こんな事件があったことにはもちろん驚くけど、この事件を題材にした映画を作ったこと自体にも驚くわね。次に紹介するのは乱暴最後の戦場だぜ。2008年に公開されたアメリカ映画だ。シリーズ4作目にして前作から20年ぶりに公開された人気作だったんだ。めちゃくちゃ有名で人気な映画じゃない。でもミャンマーでのみ上映が禁止されてしまったんだって？なんで1カ国でだけ上映禁止になっちゃったの？この映画では国内の内戦が長期化するミャンマーが舞台となっているんだが、ストーリーの都合からなのか、ミャンマー軍が悪役として描かれていたんだ。そのためミャンマー国内での公開が禁止となってしまったみたいだぜ。なるほどね。これは理由としては仕方ない気もするわね。次に紹介するのは第9地区だぜ。2009年に公開された SF 映画で、宇宙人とか UFO とかそういうジャンルの映画だ。内容は他の SF 映画とは少し変わっていて、難民として地球に流れ着いてきた宇宙人とそれを阻止し抑圧しようとする人類の対立を書いているのね。この映画はナイジェリア国内でのみ放映禁止となってしまったらしいぜ。劇中のとあるシーンで、ナイジェリア人が人種差別主義者と批判するシーンがあり、これが問題視されたんだ。これもまあ、演出とはいえ自国がけなされてたらいい気はしないわよね。次に紹介するのは2005年に公開されたブロークバックマウンテンだぜ。当時はアカデミー賞にノミネートされたくらいの人気作品だったんだ。そんな映画でも上映禁止になってしまったの？実際に中国とかアメリカの一部の州などで上映禁止になってしまったらしいぜ。内容は簡単に言うと、登場人物男性二人による禁断の恋愛物語だ。同性愛者の話なのね。最初は友情で接していく二人だったけど、仲良くするうちに徐々に愛情に変わっていくのね。労働期間が終了し、それぞれ帰郷するんだけど、お互いのことを忘れられなかったみたいで、4年後に絵はがきを送り連絡を取って再会するんだ。二人ともすでに妻や家族ができていたけど、年に数回隠れて会い続けていたという話だわ。家族がかわいそうよ。最初から二人で結ばれたらよかったんじゃない？最近の世の中ならそうだろうな。でもこの舞台は1960年代で、同性愛が認められる性の中じゃなかったってことさ。ああ、それなら LGBTQ はまだ浸透してないよね。ちなみに上映禁止になってしまったのも同じ理由なんだね。ああ、過激な同性愛や冒涜的要素がどうしても受け入れられなくて、残念ながら公開されなかった国もあったんだ。結局映画の中の舞台と考え方が同じだったのね。保守的な地域のところはどうしても歓迎されにくい分野だろうな。でもこういうのってややこしい団体とかといろいろ問題になりそうだけど、実際同性愛者の権利を訴えるために、こういった上映禁止に対して人権擁護の団体とかから反発はたくさんあったみたいね。まあそうだよな。映画が生まれる時代が違えば普通に見れたかもしれないと考えると悲しいぜ。今のご時世だったら逆に公開しない方が偉いことになるよな。惜しいわね。本当にアカデミー賞の大本賞だったらしいけど、それを逃した理由も同じだったらしいし、時代って大事なんだな。時代よりまず人の理解だと思うけどね。確かにな。個人的な概念をそれぞれが見つめていくべきなのかもな。次に紹介するのが1963年に公開されたクレオパトラだぜ。世界三大美女のあのクレオパトラだ。この映画はエジプトで上映禁止になってしまったんだって？映画の内容はタイトルの通り、古代エジプトの女王であるクレオパトラの一生を書いたものなんだよね。上映禁止になった理由はクレオパトラを演じた主演女優が原因だって？ああ、何かしたってわけではないんだけど、名前はエリザベス・テイラーって言って、絶世の美女でクレオパトラにうってつけなんだけど、ユダヤ教に属していたみたいなんだ。なるほど、ユダヤ教はダメなのね。クレオパトラと言ったらエジプトだろう。ピラミッドとか思い浮かぶね。
エジプトはイスラム教の文化なんだけど、実はユダヤ教とは宿敵なんだそうだ。しかも過去にはエジプト人がユダヤ人を迫害したっていう歴史もあるくらいだぜ。そんな背景があるにもかかわらずユダヤ教徒のテイラーがクレオパトラを演じて問題になったのね。宗教的な問題となると、私たちからはなかなか口出しできないね。日本では宗教的な話題はあまりないから苦労は来ないかもしれないけど、海外の人からすれば大問題だったんだろうな。でもそれで問題になるんだったら、キャストを決めるときに考慮してほしかったね。ちなみにテイラーはクレオパトラで共演した男性と不倫して、さらに世間から叩かれたらしいぜ。さすがにそれは擁護できないわね。次はセルビアンフィルムね。ミロは妻と幼い息子との3人暮らしで、そんなミロの元に高額なギャラが支払われるという映画出演の依頼が舞い込んできたのね。でも怪しいと感じながらも、作品の内容を知らないままオファーを受けてしまうんだぜ。いざ撮影が始まると、彼の想像を絶する世界がそこにあったんだ。主人公のミロが向かった撮影現場では、大人の映画なのにただのエッチな撮影だけでは収まらず、モラルや倫理観など無視して、タブーを犯しまくった鬼畜すぎる世界が広がってたのね。全ての胸クソが集約されたと言ってもいい。セルビアンフィルムは全世界で46カ国以上で上映禁止になったんだぜ。日本では上映されたものの、この作品には倫理的にも表現的にも最悪の描写があるから、20歳未満の方には決してお見せできないわね。それに20歳未満であっても、心臓の弱い方や体調の優れない方のご鑑賞はおすすめできないぜ。結果、お客様各自の自己責任においてご鑑賞ください、といった年齢制限や注意喚起が告知されたんだ。映画の制作関係者が悪意を持って非難され、このまま闇に葬られるかと思えたけど、2022年に 4K リマスター完全版が公開されたのよね。予想外の結末だわ。次は、スティーブン・スピルバーグ監督が脚本を担当し、約100億円の興行収入を記録したポルターガイストだぜ。次の続編やリメイク版も制作された大ヒット作ね。めちゃくちゃ人気なんだわ。シリーズになった映画は好評だもんな。呪われたヒット映画といえば、ポルターガイストとも言われているわ。あらすじは新興住宅地に購入した家に越してきたフリーリング一家に異常な事態が次々と起こり、不動産会社勤務の父親のリサーチで住宅地がもともと墓地だとわかるあらすじなんだけどな。よくありがちなホラー映画のストーリーだよね。でも、実はこの映画をめぐっても次々と奇妙なことが起きているのよ。奇妙なことってどういうことなんだ？まず公開後に長女役のドミニク・ダンが元恋人に殺害されて、これが劇中で本物の頭蓋骨を小道具にしたたたりと噂されたのよ。また続編が1986年公開後には、悪役ケイン役のジュリアン・ベックと霊媒師役のウィル・サンプソンが次々に他界したのよ。映画に出演した人が次々と亡くなるなんて、なんだかおかしい話だよな。しかも第3弾1988年公開直前には、シリーズを通じて悪霊から狙われ続ける少女を演じたヘザー・オルークが、12歳の若さで急死してしまったそう。ヒロイン不在となったせいで映画は編集を余儀なくされ、評論家からディスられるなんてこともあったとか、相次ぐ不幸といい、怖い話だよな。だからこそポルターガイストは呪われた映画ということになるのか。ガチで危ない映画ということだね。ちょっと見たくなるけども。次に紹介するのはオーメンの呪いだぜ。ドキュメンタリーまで制作されている有名な話なんだ。この映画は、ダミアンという少年が他人に呪いをかけるというあらすじだよね。撮影前から奇妙な現象が起こり、出演者やスタッフは戦々恐々としていたとか。出演者やスタッフが恐ろしくなっていたとは、もうヤバい感じがプンプンするわね。まず主役のグレゴリー・ペックが出演を承諾してすぐに、彼の息子が頭部を撃ち抜いて自殺したそうだ。さらに葬式の日には、雲一つない晴天だったのにペックが教会を出ると突然雷が落ちたそうでな。またペックが撮影地のロンドンに向かう飛行機に雷が落ち、エンジンが燃え上がる事故が発生したそう。そして数日後、同じくロンドンへと飛んだプロデューサーが乗っていた飛行機にも落雷が落ちたとか。偶然にしても、こんな感じだとなんだかおかしいよな。撮影中にはペック演じる大使を襲う設定のロットワイラー犬が、スタントマンに噛みついて大怪我を負わせたり、動物担当者が虎に殺される事件が発生したのよ。もう呪われた映画認定だな、これは。しかも公開後には、オランダ旅行中の特殊効果担当者ジョン・リチャードソンが交通事故に巻き込まれ、ジョンのアシスタントが死亡。事故現場付近には、なんとオーメンのオランダ語訳 OMEN の文字まで。偶然にしても少し怖いエピソードだぜ。話ができすぎているけど、オチがあってめちゃくちゃ怖いわね。だからこそ呪われた映画として有名なんだろうな。次に紹介するのはインキーパーズだぜ。あらすじとしては、廃業が決まったホテルのフロント係二人がホテルの呪われた過去を探るというホラー映画ね。ホテルとかもホラー映画で怖そうなシチュエーションだよな。
実際、撮影に使われたコネチカットのホテルヤンキーペドラーは、超常現象が起きるホテルとして有名なのよ。特に初代オーナー、アリス・コンリーが亡くなった353号室は、彼女の霊が止まっていると噂されているわ。その噂を聞きつけた監督が、幽霊を見た、奇妙な音を聞いたなどの証言を元に作り上げた脚本なんだぜ。だから撮影中にもテレビやランプが突然ついたり消えたりしたり、拍手音が聞こえたりしたんだ。さらには、同ホテルに宿泊したスタッフはほぼ全員、何らかの悪夢に襲われたそうよ。そのホテル、めちゃくちゃ呪われているということだな。撮影時の現象といい、本当に怖いわね。本当に異変の起きる場所で撮られた映画、気になるぜ。次に紹介するのはパッションだぜ。ファマティックなまでに敬虔なクリスチャンである主演俳優が情熱を注いだ、キリストが貼り付けにされるまでの12時間の物語ね。まずキリスト役のジェームズ・カビーゼルが冬の撮影中に低体温症で倒れて肺炎になり、さらに重たい十字架を担ぐシーンで肩を脱臼したり、鞭打ちのシーンでは実際に鞭が当たって出血したそうだ。怪我が多いし、監督やスタッフの管理不足すぎるわね。さらに雨の中での撮影中に、助監督ジャン・ミシェリー・フタとカビーゼルが落雷に遭うというハプニングも発生してな。あまりにも異常な事態が続いたせいか、撮影スタッフや出演者の中には神と奇跡の対話をしたと主張する人まで現れてしまい、監督自身がストレスで死にそうになったほどの裏話があるそうだぜ。もうやばいし、おかしすぎるわね。でもキリスト教を題材にしている映画だから、キリスト教徒の人は見てみてもいいかもね。次に紹介するのはオズの魔法使いだぜ。ハリウッド史に残る家族向けのハッピーエンドなミュージカル映画なのに、実は呪われていたそう。この映画は素敵なミュージカルなのに、なんで呪われた映画になっているんだ？主役であるジュディ・ガーランドは当時16歳の成長期だったけれど、太らないようにと1日1食にカロリー制限された上、興奮剤で気分は高揚。撮影後は睡眠薬で昏睡状態にさせられていたのよ。そんなことを強いられると、精神的に狂ってしまうよな。最初に男主役を与えられたバディ・エブセンは、金色メイク用品のアレルギーで入院を余儀なくされて、入院生活がかなり長く続いて降板したそう。西の魔女役のマーガレット・ハミルトンは撮影中に大やけどし、顔に傷跡が残ることになったわね。不慮の事故に巻き込まれるなんて、なんだか悲しい話ばかりだよな。公開後も悲劇は続き、ライオン役のバートラーは交通事故に遭い、ブリキ男役のジャック・ヘイリーと主役のジュディ・ガーランドは二人とも薬物の過剰摂取が原因で死去したらしいのよ。女優ナタリー・ウッドは、後年海難事故で不審死していたことから、事故ではなく他殺ではないかと囁かれているけど、真相は謎のままとのことね。今でも原因が謎のままというのだから、めちゃくちゃ怖いよな。次に紹介するのはローズマリーの赤ちゃんだぜ。あら、それって有名な映画なの？うん、ニューヨークに引っ越してきたローズマリーが主人公で、不思議な出来事に巻き込まれるんだ。気になるわ。でも、なんで上映禁止になったの？撮影中と公開後に不幸な事件が起きたからなんだぜ。え、どんな事件が？プロデューサーが撮影中に亡くなったり、作曲家も不慮の事故で亡くなったりしたんだ。それは怖いわね。さらに監督の奥さんもカルト教団に殺されたんだぜ。うわ、本当に呪われてるみたい。だけど、有名作品になって話題になったから、怖さも含めて興味深いぜ。次に紹介するのはポゼッションだぜ。実在の呪われた箱がモデルなんだ。どんなストーリーなの？ユダヤ人の間で語り継がれるディビュークの箱が登場するんだ。開けると悪魔に取り憑かれちゃうんだぜ。怖いわね、その箱、本当に存在するの？うん、2004年にオークションで落札されたんだ。そして、持ち主に災いをもたらすという話があるんだ。映画の撮影でも何かあったの？そうなんだぜ。重要なシーンで電球が破裂したり、防音スタジオで冷たい風が吹いたりしたらしい。やっぱり呪いって本当にあるのかしら。他にも再撮影用のセットが保管中に火事で全焼したんだぜ。え、それも呪いのせいなの？そうかもしれないな。ジェフリー・ディーン・モーガンって俳優も、撮影中に変なことがたくさんあったって言ってるぜ。信憑性が高そうね。映画自体の評価はどうなの？評価は高いから、興味がある人は見たくなるかもな。呪われてるけど、面白そうな映画ね。次は悪魔の住む家だぜ。実在する呪われた家がモデルだな。どんなストーリーなの？1974年に家族が殺された事件が起きた家が舞台で、新しい家族が引っ越してきてから不可解な現象が起こるんだ。それは怖いわ、本当に実話なの？うん、実話を元にしてるから、余計に怖いんだぜ。撮影中にも何かあったの？そうなんだ。セットの近くで死体が見つかったり、スタッフが不可解な体験をしたりしてるんだぜ。本当に呪われてるみたいね。主演の俳優も、毎晩事件が起きた時間に目が覚めるようになったって苦しんでたらしいぜ。
すごく恐怖のエピソードだわ。こんな映画、見るのも怖いわね。次は理由なき犯行だぜ。ジェームズ・ディーンの最後の作品なんだ。そうなの？彼の演技は伝説的よね。うん、でもこの作品に関わった人たちが次々と亡くなってるんだ。え、どういうこと？ジェームズ・ディーンは映画公開前に事故で亡くなったし、ナタリー・ウッドも溺れて亡くなったんだ。それは本当に不幸ね。さらに、共演者のサルミネオも襲われて亡くなってるんだぜ。まるで呪われてるみたいね。本当に怖いよな。ジェームズが乗ってた事故車のパーツを使った車に乗った人も事故で亡くなってるんだそうだ。そこまで不幸が連鎖するなんて、恐ろしいわね。次はイレイザーヘッドだぜ。デビッド・リンチ監督の長編デビュー作品なんだ。見た人は忘れられなくなるであろう映画だぜ。どんな映画なの？見た人の記憶に刻まれるって、すごく気になるわ。初演の時、観客はたった25人だったけど、次回上映にはその25人のうち24人が駆けつけたんだぜ。それだけリピートしたくなる魅力があるのかしら？でも、タイトルの意味は何なの？イレイザーヘッドは鉛筆の消しゴムのことだぜ。主人公の髪型にもかかってるんだ。内容はどんな感じなの？言い表せないって聞いたけど、主人公はガールフレンドから子供を授かるんだが、生まれてきた赤ん坊が奇形で、彼らを苦しめるんだ。そして奥さんは耐えられなくなって家を飛び出してしまうんだぜ。悲しい結果ね。でも、SF ホラーみたいな雰囲気もあるらしいわね。映画の冒頭で、石のような惑星に謎の球体が現れて、そこには小屋のようなものが立ってるんだ。小屋？ああ、小屋の中には腫瘍がある謎の男が住んでいる。そして背景には紐のような謎の生物が現れて、謎の男がレバーを引くと飛び跳ねてどこかへ行くんだ。ちょっと待って、全然意味がわからないわ。それがこの映画の特徴なの？そうだぜ。終始不明で不気味な雰囲気のせいでカルト映画の代名詞となったんだ。確かに、常人には理解できない内容ね。でも、なんだか興味が湧いてくるわ。リンチ監督はこのイレイザーヘッドでカルトの帝王と呼ばれるようになったんだぜ。BGM も評価が高いの？それは見てみたいわね。実際に見て、作品に込められたメッセージを読み解くのも楽しいぜ。ただ、ショッキングな内容もあるから注意な。最初はグロテスクな内容がメインかと思ったけど、メッセージ性があるのね。でも夜道に行けなくなるくらい怖いぞ。気をつけろよ。次は美女と野獣だぜ。エマ・ワトソンさん主演で2017年に公開された大ヒット作品なんだ。世界中で大成功したんだわね。日本でも大きな売り上げを記録したのね。そうなんだ。でも、アメリカのアラバマ州の一部とマレーシアでは上映禁止になったんだぜ。え、どうして？こんなに人気のある作品が上映禁止なんて。同性愛を描いたキャラクターがいるから問題視されたんだ。マレーシアでは該当シーンがカットされたんだ。それで上映が無期延期になったのね。ナイーブな理由で禁止になっちゃったわね。でも、最終的には13歳未満の視聴に保護者の同意が必要な条件でオリジナル版が放映されたんだ。じゃあ、マレーシアの子供たちも結局この映画を見ることができたのね。よかったわ。次に紹介するのはハンガーゲームだぜ。アメリカ製で2012年に公開されたサバイバルアクション映画なんだ。ジェニファー・ローレンスさんが主演してた作品ね。人気シリーズになってるわよね。そうだぜ。でも、実はベトナムでは上映禁止になっちゃったんだ。え、どうして？そんなに人気のある作品が？殺人を含む過激な暴力描写が問題視されたんだ。せっかくいい作品なのにもったいないな。日本では普通に放映されてるわね。初代の2012年版が一番面白いって声も多いみたい。ゲーム系の映画が好きな人にはおすすめだぜ。刺さる人には刺さる作品だからな。上映禁止作品って聞くと、余計見てみたくなるわね。次に紹介するのはバックトゥザフューチャーだぜ。1985年に公開されたこの作品は世界的な大ヒット作品だった。3億8000万ドル以上の興行収入を記録したのよね。すごいわ。そうだな。1985年の世界最高の売り上げだったんだぜ。続編も3作品あったと思うわ。みんな大ヒットしたのよね。ああ、1989年と1990年に2つの続編が公開されたんだ。そんな超有名作品なのに、ある国では上映禁止になったの？健全な作品だと思うんだけど。一体どこの国なのかしら？実はその国とは中国なんだぜ。外国作品への規制が厳しいんだ。え、中国で？それって一体どうしてなのよ。正直、そんな理由で？ってなると思うぜ。気になる、詳しく教えてほしいわ。了解だぜ。詳しく説明する前に、まずはあらすじから見ていこう。主人公のマーティは1985年当時のカリフォルニア州に住んでいたんだ。ある日、彼は友人の科学者が発明したタイムマシンに乗って30年前の過去にタイムスリップするんだぜ。え、それって危なくない？
過去を変えたら大変なことになりそうよ。その通り。マーティの行動によって過去が書き換えられてしまったんだ。このままじゃ、マーティ自身の存在が消滅しちまう。それを阻止するために奮闘するストーリーなんだ。ワクワクするわね。そうだな。現代に帰ろうとするシーンは本当にドキドキするぜ。こんなに面白い映画なのに、なんで中国では上映禁止になっちゃったのかしら。それはズバリ、タイムトラベルが NG だとみなされたからなんだ。中国では、過去に遡るのは歴史に対する冒涜だと考えられているんだぜ。未来を書き換える行為も許されないと判断されたわけだ。でも、現実にタイムトラベルなんてできないでしょ。だからこそ楽しめるんじゃない。そうだよな。フィクションだからこそ、みんなワクワクできるんだと思うぜ。中国政府としては、タイムトラベルで過去や未来を変えることは現世の不満だと捉えているんだろうな。なるほど。そういった考え方を広めるような作品も NG ってことね。そうだな。中国らしいといえばらしい気もするけど、陰謀論みたいだよな。まあ、今の中国ではさすがに普通に配信されているみたいだけど。そうだな。でも中国じゃミステリーも規制されているんだぜ。え、ミステリーまで？どうしてなの？名探偵が事件を解決するような作品は、警察を無能扱いしてるって理由でアウトなんだとよ。権力者が悪者だったり、国を批判したりしている作品も厳しく規制されているのね。そうだな。みんな好きなジャンルばっかりだろ。規制されちまうのは残念だぜ。でも、国が大きくて人口も多いから、仕方ない部分もあるのかもね。そうかもしれないな。国が違うと、こんなにも基準が違ってくるんだから驚きだよな。ほんと、びっくりだわ。他の国ではどうなのかしら。次に紹介するのは殺し屋1。2001年に日本で公開された作品だぜ。タイトルからしてバイオレンス映画って感じね。殺し屋1は山本秀夫さんの漫画が原作の実写映画なんだ。原作漫画は全10巻で完結済み。でも映画版は漫画とは違うエンディングになってるぜ。監督は三池崇史さんで、主演は浅野忠信さんと大森南朋さんなのね。二人とも実力派だし、バイオレンス映画っていうのも好きだから見てみたいわ。確かにそうなんだが、実はこの作品は当初かなり物議を醸したんだぜ。日本では R18 指定、海外では複数の国で上映禁止になっちまった。あらら、残念ね。上映禁止になった理由は何だったの？この作品が規制されたのは、暴力表現が過激すぎるって理由からなんだ。まず簡単にあらすじから説明しよう。舞台は新宿歌舞伎町。大森さん演じる主人公の殺し屋1は、普段は気弱な性格なんだ。でも実はサディストで、幼い頃のいじめトラウマを抱えている。彼が謎のおっさんと関わったことで、森田さん演じるヤクザたちとの抗争に巻き込まれるんだ。随分とこってりとした設定ね。同性愛的な要素はないものの、サディストとマゾヒストという変態同士の対決がこの作品の中核になってるんだぜ。原作漫画もかなり過激な内容なんだが、実写版も負けず劣らずの出来になってるんだ。根強いファンも多いけど、公開にあたっては厳しい規制がかけられたぜ。日本では R18 指定になったって言ってたわよね。日本は R18 指定で済んだと言えるかもな。世界的に見れば寛容だったと言えるぜ。例えばイギリスでは、審査の結果、合計で3分21秒ものシーンがカットされて上映された。香港では16分59秒がカットされ、ドイツ、ノルウェー、マレーシアの3カ国では上映自体が禁止されたんだ。一部の国では完全にアウトとされたものを、日本ではそのまま流したのね。でもこの作品の海外での人気は根強いらしいぜ。例の有名なクエンティン・タランティーノ監督も本作のファンで、出演者をキルビルに起用したんだ。それはすごいわね。ぶっ飛んだ魂のある作品ほど、人の心を強烈につかむものなのね。人を選ぶ作品ではあるかもしれないが、名作であることは間違いないぜ。次に紹介するのは E.T.1982年にアメリカで公開された超有名作品だぜ。もはや私たちが語り尽くすこともないほどの作品よね。お互いが指を合わせるシーンとか、今でも有名で記憶に残ってるわ。そうだな。世界的に大ヒットした作品で、日本でも人気なんだ。でも実は一部の国では、子供の鑑賞が規制されてしまったんだぜ。むしろ子供向けの映画だと思ってたのに。なぜ？そこを紐解くために、まずはあらすじを抑えよう。10歳の少年エリオットが、地球の調査のためにやってきた宇宙船から取り残された宇宙人ET と出会うんだ。エリオットは ET を自宅にかくまえ、二人は徐々に心を通わせていく。だが ET の存在を察知した科学者たちが現れたり、ET が川に落ちて瀕死の状態になったりとトラブルが起こるんだぜ。だんだん打ち解けていく二人の様子が素敵なのよね。ET はハリウッド映画としては比較的少ない約1000万ドルという予算で制作されたんだ。でもアメリカ国内で約3億ドルという興行収入を記録しているんだぜ。
当時の映画史上最大の売り上げで、スターウォーズが持っていた世界興行収入記録も抜いて歴代1位になったんだぜ。日本でももののけ姫に抜かれるまでは国内最高配給収入記録だったのよ。すごいわね。ストーリーも少年と宇宙人との心温まる交流を書いたものだし、上映禁止になるような要素は見当たらないと思うんだけど。主人公が子供ということで、子供ならではのやや下品なセリフやシーンはあるが、前編を通して E.T. はとっても健全な作品なんだ。しかしスウェーデン、フィンランド、デンマークの3カ国では、12歳以下の子供は鑑賞禁止という規制がされてしまったんだぜ。その理由は何なの？大人がまるで子供の敵かのように描写されているからだそうだ。確かに子供の視点では、いろいろ制限してくる大人は時には敵みたいに映ることもあるわよね。でもそんな理由で子供の鑑賞を禁止するなんて、それこそ子供の敵じゃないの。ああ、霊夢の言う通りだと私も思うぜ。当時は映画館の外で、子供たちが E.T. を見せてと書かれたカードを掲げて抗議したこともあったそうだ。現実の大人たちが本当に子供の敵になってしまったなんて、皮肉なお話だわ。次に紹介するのはプーと大人になった僕。2018年にアメリカで公開された作品だぜ。熊野プーさんの未来を描いた実写映画ということでかなり話題になっていたわよね。ああ、熊野プーさんといえば、もともとは1926年にエイミルンによって書かれたイギリスの児童文学作品なんだ。発売当初から人気を集めていたんだぜ。1960年代にディズニーによってアニメ化されてからは、世界的に大人気となった。もはや知らない人はいないレベルのキャラクターになったよな。熊野プーさんにはそんな歴史があったのね。それでこの実写映画は大人向けのイメージではあるけど、なんで上映禁止になるような事態に陥ってしまったの？ああ、これについては作品の内容自体には全く問題なかったんだが、とある国では上映されなかったんだぜ。映画の内容は、すっかり大人になり社会に疲れたクリストファー・ロビンが、ぬいぐるみのプーさんとの再会をきっかけに、長い間忘れてしまっていた大切なものを取り戻していくというストーリーなんだ。同じように社会に疲れた大人に刺さる感じのお話なのね。一見何の問題もない物語だけど。そう。でも問答無用で上映不可となった国があったんだ。それは中国だぜ。うわ、また中国じゃない。一体どうして？ネット上では有名な話だが、中国ではプーさん自体が検閲対象となっているんだ。なぜなら、一番の権力者であるあの人が、ネット上でプーさんに似てるといじられてしまっているからだぜ。わはーん、なるほどね。そんなわけで当然この映画も上映禁止なのね。それどころか、ネット検索してもこの作品の情報は出ないように規制されているらしいぜ。プーさん規制、かなり徹底してるわね。国それぞれの事情があるにせよ、健全な作品でもこんな風に上映禁止になっちゃうって結構びっくりだわ。次に紹介するのはバトルロワイヤル。2000年に日本で公開された作品だぜ。これは私たち含め、多くの人が知ってるであろう有名作品よね。一応だけど、あらすじを確認しておくぜ。新世紀の初め、国は経済危機により崩壊寸前。それにより少年犯罪も急増してしまった。未成年者たちの暴走を止めるため、年に一度、全国からランダムに選ばれた中学3年生のクラス全員を、離島に3日間隔離し、最後の一人になるまで殺し合いをさせるという BR 法を国が制定。藤原竜也さん演じる主人公のクラスが選ばれてしまうというストーリーだぜ。当時、あまりにも衝撃的すぎてざわざわしたわよね。けれどこの映画って上映禁止になったりしたっけ？日本では R15 指定となったが、予定通り公開され、興行収入も31億円を記録しているぜ。そうよね。物議を醸したけど、すごくヒットしていた記憶があるもの。ただその裏で、アメリカ、韓国、カナダ、ドイツなど、かなり多くの国で上映禁止の措置が取られていたんだ。え、それは知らなかったわ。けど、上映禁止の理由は聞くまでもなさそうよね。そうだな。内容、映像ともに暴力的表現が過激すぎたことが理由だな。子供たちが生き残りをかけて殺し合うのがテーマだし、武器を取り合って戦い合う姿は映像としてもかなり刺激的だからな。アメリカ、カナダで上映が許可されたのは、公開から11年後だったらしいぜ。これは仕方ないわよね。けど今考えると、よくあの過激すぎる内容で日本で大ヒットしたわよね。出演していた俳優陣が精鋭揃いで、演技が光っていたからな。主演の藤原竜也さんとヒロインの前田亜紀さんはもちろん、敵対する生徒として出演した柴咲コウさんや安藤正信さんなどの演技は、観客を恐怖に陥れたからな。それに北野武さんの存在感も際立ってたよね。そうだな。海外では上映禁止作品扱いとなっているけど、意外とファンも多いらしいぞ。同じようなテーマで同じクオリティの映像作品を作ることはこのご時世難しそうだし、まだ見たことがない人は視聴してみることをおすすめするぜ。今なら動画配信サービスで見ることができるしね。
最後に紹介する映画は、老少女の目覚めだ。2016年に公開されたフランスのジュリア・ジュクルノー監督の長編デビュー作品だぜ。海外の映画祭ではスタンディングオベーションが起こるくらい評価の高かった作品で、視聴者や映画監督などからも高い評価を得たことでヒットしたんだって？そうだな。しかしその一方で、失神者も続出したといういわくつきの問題作でもあるんだ。そうなの？タイトルだけだとなんだか官能的な響きなのに。もしかしてそういう方向に過激な映画なのかしら？ふふ、どうかな。ちなみに本作のキャッチコピーはこうだ。知ってしまった禁断の味、少女は獣へと変貌を遂げる。なんだか怖いようにも聞こえるわ。これはどういうお話なの？あらすじはこうだ。厳格なベジタリアンの家庭に育った主人公は、両親と姉も通った獣医学校に進学する。しかしこの獣医学校は、上級生による歓迎という名のしごきがまかり通っており、その中で主人公はウサギの腎臓を食べることを強要されてしまうんだ。え、ウサギの腎臓？でも主人公はベジタリアンなのよね。そんなことできるの？ああ、もちろん最初は拒否するんだ。主人公は抵抗するんだが、先に入学していた上級生でもある姉によって強制的に食べさせられてしまう。それが恐ろしくも悲しい物語の幕開けになるんだ。お姉さんもこの習慣に染まってしまっているのね。さあ、どうだろうな。その真意は実際に見て確かめてほしいんだぜ。そして無理やりながらも肉の味を知ってしまった主人公なんだが、彼女にある変化が襲うんだ。変化？お肉嫌いが加速しちゃうとか？逆だぜ。一時はアレルギー反応で苦しむものの、その後は学食でハンバーグをポケットに隠したり、深夜に冷蔵庫を開けて生のささみ肉にかぶりついたりと、肉を口にしたいという欲求が抑えられなくなっていくんだ。そもそも主人公はベジタリアンに育てられただけで、肉が嫌いってわけじゃないわけね。でもなんだか人間というより動物みたいね。動物か、言えて妙だな。作中、主人公がお姉さんと喧嘩するシーンがあるんだが、お互いに噛みつき合う様はまるで獣のようだったぜ。激しすぎる姉妹喧嘩ね。もしかして主人公は、お姉さんと仲が悪いの？冒頭でも無理やり主人公にお肉を食べさせていたし。そんなことはないぜ。喧嘩の原因は主人公を思いやってのことだったしな。主人公を思いやって？ああ。この頃の主人公は負傷して切断してしまったお姉さんの指に対して異常な食欲を抱いて、実際に口にしてしまったりと、肉を食べたいという欲求の対象が、食用肉ではなくて人間へと変わっていたんだ。それじゃあ、禁断の味ってもしかして？ふふ、どうだ。先が気になるだろ。ただ、ここで言っておきたいことは、本作はただの血みどろホラーじゃないってことだ。え、どういうこと？ジュクルノー監督はインタビューで、本作でのカニバリズムは性欲のメタファーで、体をかきむしるシーンは脱皮、布団で苦しそうにしてるシーンは出産のメタファーだと語っているんだ。この映画は、主人公という一人の無垢な少女が、性に目覚めて大人の女性へと脱皮して生まれ変わろうとしている様を描いているわけだな。なるほど。ただのホラー映画じゃなくて、青春映画の側面を持っているのね。そうだぜ。食べるという原始的かつ根源的な行為を通じて、性愛と家族愛、そして少女から女性へと成長する様を、時に官能的に、時にコミカルに、時にホラーチックに描いた本作品は、物語として高い評価を受けているんだ。なんだかそうやって聞くと興味が湧いてきたわ。まあ、気になったのなら見てみるといいぜ。ただし動物への残虐描写や男女の性描写、食人描写はしっかりあるから注意してくれよな。というわけで今回は、見るだけで危険な過激すぎる上映禁止映画を紹介したぜ。いろんな事情で上映禁止になった映画って、見てみたくなっちゃうわよね。そうだな。でも見る前にはしっかり内容を確認して、覚悟を決めることが大事だぜ。今回紹介した作品は一部のものに過ぎないから、まだまだ他にもあるはずだ。気になる人は調べてみるのもいいかもね。映画って本当に奥が深いな。これからもいろんな作品を見て、視野を広げていきたいぜ。私も一緒に見るわ。面白い作品があったら教えてよね。もちろんだぜ。みんなも気になる映画があったら、ぜひ見てみてくれよな。よし、今回はここまでだ。動画が面白かったら、ぜひ高評価とチャンネル登録よろしくお願いします。次回も見てくれよな。コメントも待ってるぜ。ご視聴ありがとうございました。それではまた。